子供ができたから離婚な。何の話をしてるの？別の女との間に子供ができた。だからさっさと出て行け。あなた浮気してたの？だからそう言ってるだろ。若くて可愛い嫁が欲しくて俺なりの婚活してたんだわ。最低。お前みたいなおばさんと好きで一緒にいたと思うか？ずっと我慢してやってたんだよ。え？家政婦としては有能だったからな。自分で家事するのなんかだるいし、外注にも金がかかるんだよ。私を妻とは思っていなかったのね。そうそう、代わりが見つかるまでのつなぎ。よく見つかったわね、こんな最低な男に。俺の戦略勝ちだな。子供ができればこっちのもん。意味がわからないんだけど。一から関係築くとか面倒だし、妊娠すれば女は結婚したがるだろ。頭が痛くなってきた。さっさとお前と別れたいし、いろんな女の子と関係持ってたけど、一番若い子がヒットしたよ。まさか10代じゃないわよね。中学生の息子がいるのよ。成人してるから安心しろ。ピチピチ20歳の女子大生だ。ユータと5つしか違わないなんて。女の賞味期限は短いんだから、若いに越したことないだろ。私だって結婚当時は若かった。だいたい自分だっておじさんでしょ。俺は年を重ねるごとに魅力を増してるだろ。それ真面目に言ってるの？当たり前だろ。それに比べてお前はどうだ。取り柄なんてせいぜい字がちょっと上手いことくらいだろ。もういいです。ユータにはなんて説明するのよ。あいつ俺のことを慕ってるからな。若い嫁に乗り換えるなんてきっと尊敬するだろう。そんなわけないじゃない。昔からお前より俺に懐いてただろう。まさかあの子を私から奪うつもりじゃないわよね。それはあいつ次第だな。まあこっちには新しい家族もいるし、お前に預けといてやってもいい。よかった。なら相応の養育費は支払ってもらえますか？お前には1円も渡さない。養育費が欲しけりゃ自分で稼げ。養育費は子供の権利よ。父親の責任を果たしてちょうだい。とか言ってお前が使い込むんだろ。そんなことしない。それに浮気の件でも私は慰謝料を請求できるわ。弁護士を雇う金もないやつが主張だけしたって意味ないから。仕事をさせてくれないのに生活費だってくれないから、独身時代の貯金で生活してたのよ。だからお金がなくて当然でしょ。おかげで私は昔からの夢も諦めることになったのに。それはご苦労さん。どこまでも最低な男ね。いやーにしても俺ついてるわ。二十歳の嫁最高だ。さっきから言いたい放題。一応私はまだあなたの妻なのよ。お前なんてもう捨てる駒だから、どうだっていいだろ。あなたには人の心がないわけ？うるせえな。あ、言い忘れてたけど、お前と住んでた家は近々売りに出すから。出て行けってこと？急に言われても無理よ。わがまま言うなよ。もともと親から相続した俺の家だし、お前に住む権利ないだろ。だとしても急すぎる。新しい家を決めるのだって時間もかかるだろうし。言っとくが、財産分与を主張して家を乗っ取ろうとしても無駄だぞ。遺産は対象外だからな。ならせめて引っ越し代くらい支払ってくれるわよね。出て行くのも離婚するのも全部あなたの都合なんだし。そんなの知るか。体でなんとかすれば。とにかく今月中な。無茶言わないでよ。俺は新しく部屋借りたし、もうその家には帰らない。離婚届書いて郵送するから、ちゃんと役所に出しとけよ。じゃ、そういうことで。私は早苗、40歳です。夫のケンジとは結婚して15年になります。夫とは学生時代に知り合い交際がスタート。当時は優しくて頼りになる人で、何も問題はありませんでした。しかし結婚が決まり、私が仕事を辞めて専業主婦になったことで夫は豹変。威圧的な物言いに経済面での制限もあり、精神的にも追い詰められました。子供が生まれたら変わるかもと思っていましたが、そんな期待も虚しく、夫の態度は変わらぬままでした。ただ唯一の救いは息子を可愛がっていたことです。
義両親はすでに他界しており、多額の遺産を相続した夫はそのお金を息子にだけは羽振りよく使ってくれていました。何度も離婚を考えたものの、息子にとってはこんな父親でも必要なんだと信じてここまでやってきましたが、今回の件で目が覚めました。今後の生活に不安はありますが、息子を連れて出て行こう、そう思っていた矢先、あまりにも辛い知らせが私の元に届いたのです。数日後。母さん、今 LINE 大丈夫？話したいことがあるんだけど。ゆうた、どうしたの？用事があって出かけてるけど、もう帰るし直接聞くわよ。ああ、いや、LINE でいいんだ。そう、わかったわ。俺さ、父さんと暮らすから。何を言ってるの？たまには顔出すから、荷物はそのままにしといてよ。離婚のこと話したじゃない？二人で出て行こうって言ってたのに。そのことなんだけど、家は売らなくてよくなったからそのまま住んでて大丈夫だよ。どういうこと？俺にとっては大切な思い出がたくさん詰まった家だから、売るなんて嫌だって言ったんだ。父さんが了承したの？父さんは優しいから分かってくれると思ってたよ。でも私が住み続けるのは父さんきっと嫌がるわよ。俺まだ中学生だし、母さんが遠くに行っちゃったら会いに行くのも大変だから、誰も住まないならあの家にそのままいてほしいってお願いしたら分かってくれたよ。そこまで言ってくれるのに、どうしてユータはあの家に残らないで行ってしまうの？母さん、お金ないじゃん。え？俺今まで通り生活したいし、父さんのこと尊敬してるから、これからもいろいろ教えてほしい。ユータと離れることになるなんて、そんなこと考えられないよ。母さん一生懸命働くつもりよ。ユータに貧しい思いなんてさせない。ごめん、もう決めたことだから。新しい奥さんと一緒に暮らすの？ユータはそれで大丈夫なの？大丈夫だよ、俺は誰とでも仲良くなれるし。そうね、正直とてもショックだけど、私より父さんと暮らす方が生活も安定するよね。寂しいけど、あなたの思う通りに行きなさい。母さんなら分かってくれるって俺信じてたよ。ありがとう。何かあったらいつでも帰ってきていいのよ。うん、分かった。あ、じゃあそろそろ新しい家に着くから。元気でね。また顔見せに来てね。数週間後。母さん、久しぶり。今から親父の新生活ぶっ壊してやるから。え？何を言ってるのよ。久しぶりに連絡くれて嬉しいけど。ああ、ごめん、いきなりすぎたね。実は今親父の再婚相手の人と一緒にいるんだ。何かあったの？ゆうたは大丈夫なの？もちろん。今から親父を地獄に突き落とすから、母さんも手伝ってほしいんだ。どういうこと？まず俺が親父と話をするから、母さんは見ててくれる？すぐに状況はわかると思う。よくわからないけど、わかったわ。父さん、今話せる？ゆうた、どこにいるんだ？お前に呼び出された喫茶店でずっと待ってるんだぞ。父さんと LINE で話したくて、嘘の待ち合わせしちゃった。というより、なんでサナエがいる？母さんと俺のチャットに父さんを招待したんだよ。ちなみに、ナナさんは俺と一緒。何を言ってるんだ、悪ふざけはやめなさい。ふざけてんのは親父だろ。なんだその口の聞き方は、父親に対する態度がなってないだろ。今から俺がお前のことを地獄に突き落としてやる。お前いい加減にしろよ。今どこにいるんだ？俺ずっとお前のことが嫌いだった。気づかなかった？何言ってるんだ。親父のことかっこいいってずっと言ってきたけどさ、あれ嘘だから。そんなわけないだろ。母さんのことだって、あんなおばさんと暮らすのは嫌だって言ってたくせに。それも嘘だよ、全部母さんを助けるためだった。俺と一緒に暮らしたいって、それは本当だよな。親父と暮らすなんて嫌だったよ。だって俺のことを尊敬してるって言ってたじゃないか。尊敬してるわけないだろ。こんな最低な奴が父親なんて最悪だってずっと思ってた。嘘だよな、
そんなわけない。昔から俺に懐いてただろ。ずっと我慢してた。母さんのために。私のため？俺、陰で母さんが親父にひどいことされてたの知ってた。え？俺が反抗的な態度取ったりして、母さんが辛い思いしたら嫌だから、親父にとっての理想の息子を演じてたんだよ。ずっと。嘘だろ。今のが演技なんだよな。本当は少しでも早く社会に出て、母さんをあの家から連れ出そうってそう思ってたんだ。はあ。なのに急に離婚することになって、母さんも出ていくことになった。引っ越しってお金かかるよね。でも俺には何にもできないから。そんなの、ゆうたが気にすることじゃないのよ。母さんに無理させたくなかった。それで俺、一生懸命考えたんだよ。何を？どうやったら母さんを守って、親父に一泡吹かせられるかって。そうだったの？顔見て話したら嘘ついてるの、母さんにはバレちゃう気がして。あの時はいきなりごめん。そうね。きっと顔見ればわかるわ。でも話してくれたらよかったのに。本当のこと話したら母さん絶対止めたでしょ。当たり前でしょ。私がもっとしっかりしてれば。本当にごめんなさい。俺は全然大丈夫だよ。ゆうた、いい加減にしろ。お前はできた息子だと思ってたが、大間違いだったようだな。そうやって偉そうにしてられんのも今のうちだと思うけど。俺、ナナさんに全部話したよ。え？ナナさんも母さんと同じようにこき使うつもりだったんだろ。憶測で物を言うな。いつも俺に言ってたじゃん。嫁には自由を与えるな。家政婦として扱えって。そんなことを言った覚えはない。証拠もないのに変なことを言うな。残念でした。ちゃんと録音しておいた。嘘だろ。当たり前だけどブチギレだよ。しかも結婚してたことを話してなかったらしいね。そうなの？独身のふりして付き合ってたって。ナナさんって人はよくユータを引き取ってくれたわね。なんて説明したのよ。妻が他界したって設定で泣きながら嘘の悲劇語ってた。引くくらい名演技だった。最低すぎる。それでここからが本番なんだけど、母さんにお願いがあるんだ。え？母さんが今まで親父にされてきたこと、ナナさんに教えてあげて。ユータは詳しい内容を聞くの嫌じゃないの？俺のことは気にしないで。大丈夫だから。わかったわ。私が話せることは全て話す。ありがとう。おい、サナエ、やめろ。お金は渡さないのに働かせてくれない。おかげで私の貯金はゼロになって、生きていくだけで精一杯だった。無視するなよ。朝は俺より早く起きろ。夜は俺より先に寝るな。今時どこの関白宣言よって話ね。それは俺のテーマソングだ。時代錯誤も甚だしいわ。多額の遺産相続をしていたのに自分の趣味や遊びに使うし。金なら渡してただろ。月に5万で家族3人暮らせるって本気で思ってるの？限られた金でやりくりするのがお前の仕事だろ。どれだけ努力したって毎月必ずかかるお金はあるのよ。どうせお前の食費だろ。散々ぐーたらしてたからな。もうあなたは黙っててくれる？ナナさんは知ってるのかしら。あなたが他にもたくさんの女性に手を出してたってこと。おい、そんなことしてない。私みたいなおばさんの代わりに若くて可愛い家政婦が欲しかったんでしょ？そのために意図的に妊娠させて出来子を狙っていたのよね。お前いい加減にしろ。そんな嘘誰も信じない。これは全部 LINE で言われたからスクショも保存してあるけど、送ってあげましょうか？やめろ。じゃあ認めなさいよ。分かった、認める。ナナさん泣いてるよ。確実に振られるじゃん。まだ若いのに本当にかわいそう。こんな男に騙されて。どうにか言い訳でもして許してもらわないとな。独身だと偽って関係を持った挙句妊娠までさせられた。これは低層権の侵害よ。慰謝料を請求できるはず。そんなの大げさだろ。慰謝料なんて俺は払わない。私も浮気の慰謝料に養育費もしっかり請求させてもらいます。
おい、お前までなんだよ。弁護士を雇う金もないくせに。あなたにこの間そう言われたから私調べさせてもらったの。お金がなくても慰謝料請求はできる。そうなのか。そうよ。だから覚悟してなさい。それと奈々さんのお腹の子にももちろん養育費を支払うのよ。そんなの無理だ。俺は払わないからな。親父、母さんの言うことを素直に聞いた方がいいと思うよ。子供には関係ないことだ。口を挟むんじゃない。俺昨日親父が寝てる間に LINE のバックアップ取ったんだ。は？どういう意味だよ。親父が今までにいろんな人としたやり取りの履歴が全部俺のスマホに入ってるってこと。何を言ってる。もちろん連絡先も控えてある。親父が二人にちゃんと必要な罪滅ぼしをしないなら俺はこの履歴をたどって全員に連絡取って暴露する。そんなことできるわけない。そう思うならそれでもいいよ。でももしできたらどうなると思う。親を脅すような真似をするな。脅すつもりはないけど、他の人たちにも独身だって嘘ついてたんじゃないの。バレたらやばいよね。わかった。二人には何でもする。頼むからもうやめてくれ。ちゃんと二人に謝ってよ。さっき謝っただろう。正式に心から謝罪して、悪いことしたら謝らなきゃ。サナエ、ナナ、この度は本当に申し訳ありませんでした。許してください。うん、じゃあ改めて慰謝料や養育費を請求させてもらうわね。ナナさんも同じように言ってる。はい、すみませんでした。よし、じゃあ俺は役目を終えたし、これから家に帰ってもいい？もちろんよ、嬉しいわ。急いで買い物に行ってユータの好物作らなきゃね。やった、母さんの料理久しぶりに食べられる。気をつけて帰ってきなさいね。後日談。その後、元夫は約束通り慰謝料養育費の請求に素直に応じました。噂では他に関係を持っていた女性の中にも妊娠した人がいたようで、その人たちにも訴えられたのだとか。親の遺産もすっからかん。奈々さんと暮らすために借りた無駄に広くて立派な部屋で家賃を支払うだけでも精一杯。支払い地獄に突き落とされ、今はアルバイトも複数掛け持ちし、寝る間もなく働いているらしく、深夜の工事現場で若い上司に怒鳴られる姿をご近所さんが目撃したそうです。プライドの高い人だったからさぞ悔しい思いをしているはず。私としてはいい気味です。私は諦めていた夢を叶えて自宅で書道教室を開いています。息子と二人、穏やかな暮らしです。俺にとっては妹か弟だからという息子の言葉がきっかけで、奈々さんのことは定期的に家に招き一緒に食事する仲になりました。もうすぐ生まれる兄弟を息子ともどもとても楽しみにしています。今日はママの家で奉公する日だろ。39度の熱くらいで病院なんか行ってんじゃねえよ。どうしても体がだるくて。毎日家にいるだけのくせに、どうせ大したことないだろ。ひどい。それより俺の朝食はちゃんと作ってるんだろうな。いつも通り一汁四菜作ってます。テーブル見てないの？まだベッドでゆっくりしてんだよ。食べ終わったら片付けくらいはお願いね。流しに置いておくだけでいいから。貴重な休みにそんなことするわけねえだろ。俺に指図するな。わかりました。ところで今日私が欠席することをお母さんに直接伝えていいかな。あ、寝ぼけてんのか。親戚15人が勢揃いするんだぞ。お前が率先して準備しろよ。まさか行けって言うの？高熱って言ってるじゃん。何言ってんだ。中卒ってだけでも恥なのに熱くらいで嫁の勤めもサボるのか。この状態じゃ動けないし、言っても迷惑かけるだけでしょ。気合でなんとかしろ。1歳の子供連れて食事の準備なんて無理だって。マミーは YouTube でも見せとけいいだろ。いつもはそんなもの見せるなって怒るくせに。うるせえ、黙っていけ。お前のせいで親戚の集まりが台無しになるだろうが。ママもお前にはいつも幻滅してるぞ。本当？お母さんは普段から優しくしてくれてるのに。ママはお前と違って有名私立大出身で気遣いのできる女性だからな。
勘違いおつ。私の思い違いだっていうの？ああ、中卒をママがまともに相手するわけないだろ。そんな風には見えないけど。それに私だって進学したかったよ。うちの事情は話したでしょ。会社倒産とか漫画かよ。さすが無能な親、カエルの子はカエルだな。両親を侮辱しないで。本当のことだろ。私たちがどれだけ苦労したと思ってるの？そんなの知るか。中卒様はいつも容量が悪くて俺を満足させられないもんな。待ってよ、カジは言われた通りきちんとやってるじゃない。どこが？ママは仕事に子育てしながら家事も完璧だったぞ。あなたの家はシッターさんもいたんでしょ？中卒の分際で口答えするな。それにママはいつもパパに尽くしてたんだ。私も十分お使いしてますけど。全然足りてねえんだよ。いつも子供の世話かスマホじゃねえか。人の金でやりたい放題しやがって。息抜きに少しスマホ見るくらい許してよ。少しじゃなくていっぱいだろ。主人の相手もせず自分の体調管理もできないやつが偉そうに。最近の体調不良は十分な食費をくれないせいで、私だけあまり食べれてないからだよ。ああ言えばこういう、少ない金でやりくりするのが立派な主婦なんだよ。特訓してやってんだから感謝しろ。何それ、本当は美容院行ったり化粧品買ったりもしたいのに。どうせ披露する場所とかないんだから着飾る必要ねえだろ。マミを公園に連れて行ったり予防接種や検診で外出するのに、ボロボロな姿だと恥ずかしいよ。誰に色目使う気だよ。お前なんか誰も見てねえって。そんな、ここは待機児童も多いし、マミが保育園行くまでは働くの難しいから太一だけが頼りなのに。だから必要な金はやってるだろ。お前は黙って俺の言うこと聞いてればいいんだよ。私はあなたの召使いじゃない。マミの咳がひどかった時も病院行かせてくれなかったよね。熱もないのに大げさな。無駄金使うなよ。太一の風邪がうつったんじゃない。マミはまだ1歳なんだよ。何かあったらどうするの。自分は微熱でも大騒ぎするくせに。病み上がりのご主人様を差し置いて子供の世話ばかりしてるお前が悪い。悔しかったら脳なし両親にでも泣きついてみるか。頑張って働いてる両親にそんなこと言えるわけないでしょ。分かってて言ってるよね。中卒のくせに察しがいいな。はあ、頭がクラクラしてきた。どうでもいいけど、今日の病院代まさか俺の金を取ってないだろうな。そう言われるの分かってるから結婚前の貯金を切り崩したわよ。はあ？聞いてねえぞ。どのくらい持ってんだ。その金は俺が管理してやる。独身時代の私のお金を渡すわけないでしょ。じゃあ診察呼ばれたから。おい待て、通帳はどこだよ。診察までにはもう少し時間がありそうでしたが、夫には何を言っても無駄だと思い返信するのはやめました。私はゆい、25歳の専業主婦です。父の会社が倒産し金銭的事情で高校には進学していません。中卒での仕事は難しかったですが、家族を助けたい一心でこれまで必死に働いてきました。夫の太一は36歳、大手飲食チェーン本社の経理課長です。彼の勤務先が運営する飲食店で私が働いていたことをきっかけに交際が始まり結婚。専業主婦になるつもりはありませんでしたが、彼からできるだけ長く一緒にいたいと言われやむなく退職しました。私の家族ごと大切にしてくれる優しくて大人な彼となら今まで苦労した分幸せになれると信じていたのに。マミの妊娠直後から太一の態度が急変したのです。座りで思うように体が動かず家事がおろそかになると、大好きなママと比較して罵倒される毎日。それでもなんとか耐えてきましたが、マミが生まれて自分が一番ではなくなったと思ったのか、私への風当たりはさらに厳しくなっていきました。そんな地獄のような日々から脱却したいと思っていた私にまさかあんなことが起きるなんて。1時間後、まだ診察中だったのにひどいよ。
集まりには絶対行けって言ったのに、サボろうとするお前が悪い。だからって診察室にまで入ってくることないでしょ。わざわざ迎えに来てやった優しい旦那様に向かって、その態度なんだ。本当に思いやりがあるなら、私は今お母さんの家にはいないはずなんだけど。療養はママへの報告が終わってからに決まってるだろ。病院では家でゆっくりさせますなんて言ってたくせに。ママの家だろ、嘘は言ってない。それに集まりが無事に終われば休んでいいぞ。信じられない。準備でゆっくりなんてできないし、終わっても休ませる気ないんでしょ。いや、俺はナイスガイなんだ。家事を完璧にやった後なら許してやる。それ家に帰っても休めないってことじゃん。とにかく送ってやったお優しい旦那様に感謝して準備に励むように。いい加減にしてよ。無理やり私だけ置いてって。あなたはどこにいるの？体調もう限界なんだけど。だってそこにいても暇だし、お前なら限界突破してスーパーサイヤ人になれるって俺信じてる。ふざけないで。それから通知をありがとな。は？え、何言ってんの？クローゼットの中を全部ひっくり返したら見つかった。後で片付けておけよ。普段は服すら自分で取りに行かないくせに、こういう時だけ入るんだ。お前が隠すからだろうが。それより中卒のくせに100万円も貯め込んでたんだな。褒めてやる。いくら夫婦でもプライバシーの侵害だよ。まさか出勤してないよね？暗証番号当てちゃった。さすが夫より子供優先ママ。マミの誕生日とは簡単すぎて拍子抜けしたわ。やめてよ。本当にいざという時の大切な貯金なんだから。俺が有効に使ってやるって。何に使うつもりなの？ま、細かいことは気にせずに、俺とママの期待に応えるためしっかり働けよ。とぼけないで、後で必ず返してよ。てかお前、さっきからずっと俺と LINE してるけど、サボってるってことだよな。マミをおんぶしながら動くのがきつくて、少し休ませてもらってるの。ふざけんな。ママを働かせておきながらいいご身分だな。本当にしんどいの。そんなの知るか。俺仕事が入って今忙しいから連絡してくんな。そうなの？大変なとこ悪いけど、もう倒れそう。お願い助けて。ほんと使えないやつだな。それが高熱の妻に向かって言う言葉。はいはい、名演技ご苦労様。よ、大女優。真面目に聞いて、本当にもう無理なんだって。はあ？俺に恥かかせるなよ。親戚たちもお前の働きが悪いって言ってるじゃねえか。どういうこと？今親族のグループラインで連絡取ったんだよ。俺に愚痴ってる場合じゃないだろ。さっさと持ち場に戻れ。本当にそんなこと言ってるの？みんなマミを連れた私に優しくしてくれたよ。俺の親族だけあってみんな情に熱いからな。中卒レベルに合わせてくれてるんだよ。嘘。俺の親族がわざわざ俺に嘘つくかよ。疑うならスクショ送るか。お前が傷つくだけだけど。いい、見たくない。あっそ、ほんと熱くらいで弱音吐きやがって。中卒で空気も読めない一家の始め。そんな言い方もう耐えられない。私帰るから。負け犬が。勝手にしろ。仕事を放棄して後でどうなっても知らないぞ。翌日。おい落ちこぼれ、今から帰るから昼食の準備しとけよ。やっと連絡来た。そんなことより今どこにいるの？仕事って言っただろ。会社近くのビジネスホテルだよ。お母さん大激怒してるよ。ママが怒るのも仕方ない。働きの悪い中卒の上にお前が勝手に帰ったんだからな。いやいや、私じゃなくてあんたにね。は？俺が何したって言うんだよ。お母さんから伝言預かってるの。親子の縁を切ります。二度と連絡するな。だって。ママ、なんで？それ本気で言ってるの？自分が一番よく分かってるでしょ。昨日みんなから散々着信入ってたの気づかなかった？あ、ブーブーうるさくて仕事に集中できないから欠席連絡だけ入れて電源切ってた。仕事ね。なんで着信いっぱい入ってたと思う？え、
俺が人気者だから。そんなわけないでしょ。いくら賢い俺でもちょっと思いつかないわ。じゃあ教えてあげる。私が倒れて入院になったからだよ。お前さ、俺を動揺させて気を引きたいのか。もしかして嘘だと思ってるの？ママが最愛の息子である俺に激怒するはずないだろ。そこまでママを盲信してるの逆に尊敬するわ。俺とママの絆をなめるなよ。5歳の時にパパが天国に旅立ってからずっと2人でやってきたんだ。へえ、素敵ですね。お母さんはもう顔も見たくないって言ってるけど。おい、デタラメばっか言ってると、いくら心の広い俺でもさすがに怒るぞ。どうぞどうぞ。なんだよその余裕は。俺がいないと生活できないやつはもっとしおらしくしてろ。はいはい、言っておくけど、この LINE お母さんも全部見てるからね。苦し紛れの捨て台詞か。あて、ちょっと待て、今ママからいい加減にしろって LINE が。だからさっきから一緒にいるって言ってるでしょ。昨日家を出た後すぐ倒れて大変だったようで。お母さんが私を心配して追いかけてきてくれて、倒れ込んでた私を病院に運んでくれたの。いやさすがママ。俺は仕事だったから仕方ないな。本当に仕事ならね。まさか何か知ってます？太一、もしかしてお母さんが自分の会社の社長だったこと忘れてない？忘れるわけないだろ。ママがこの俺を疑うわけない。呆れた。この状況でまだそんなこと言ってるの？だって俺とママは相思相愛だから。気持ち悪い。失礼な。あんたに無理やり連れて行かれたせいで私倒れたんだよ。だから？お母さん怒って太一がちゃんと出勤してるか調べてくれたの。仕事って嘘ついてすみませんでした。それでいっぱいフィーバーしたのかな。お母さんの家に行く途中で親戚の方が見てたんだって。太一がパチンコ店に入っていくところ。ああ。それからお母さんが出勤について調べてる間に社員さんからすごく興味深い話を聞いたらしい。もしかしてあれのことかな。察しがいいじゃない。で、会社のお金いくら使ったの？やっぱり。ちょっとだけです。さすが経理課長、1000万円がちょっとなんだ。これまでうまいことやってたのに。ママが代わりに払ってくれないかな。36歳にもなってママに甘えるな。そもそもそんな大金何に使ってたの？ギャンブルが楽しくてつい。はあ、それで借金の明細が家にたくさんあったんだね。隠してたのになんで？私は入院になっちゃったからお母さんに頼んで家を探してもらったの。隠し場所ピンときたみたい。ママ、俺のこと分かりすぎてる。それに前社長であるお父さんの遺産を全部使ってたことも分かってるから。お母さんすごくショック受けてたよ。一緒に置いてた秘密の通帳とかも全部見ちゃったんだ。お母さんと鉢合わせして探し物の邪魔されると困るから昨日お泊りしてくれて助かったわ。ありがとね。くそ、ママは俺の味方じゃなかったのかよ。ここまでやっといてよくそんなこと言えるね。だってママが愛する俺を見捨てるわけない。お前がそそのかしたんだろ。お母さんに聞いてた給料の割に家に入れるお金が少ないから絶対他のことに使ってると思った。横領までしてるなんて思わなかったけど、家族を犠牲にしてギャンブルなんて一度頭の中選択したら。次のパチンコは絶対に勝つから大丈夫。これでお前も飯は食べれるだろ。化粧品とかは無理だけど。ふざけるな。世の中そんなに甘くないし、そもそも次なんてないから。離婚しましょう。親戚の方々もみんな激怒してるから謝罪頑張ってね。やだやだやだ。いい歳してみっともないよ。許してくれよ。やっぱりこれからは好きなものも買ってやるからさ。借金まみれで何言ってるの。欲しいものは自分で買うから結構です。
え、どうやって？ユイの貯金なら全部使っちゃったけど。100万円全部？パチンコでそんなに？実は競輪のミッドナイトレースにも参加しまして、あとはオンラインカジノも少々。どれだけかければ気が済むの？私がコツコツ貯めてきたお金がそんなくだらないことに使われるなんて。俺の唯一の息抜きだったんだよ。話にならない。もう絶対に無理だから。早く離婚届を書いておいてね。ユイ、よく考えてみろ。貯金もないのにマミを路頭に迷わせる気か。今更父親面しないでよ。育児にも全く参加してこなかったくせに。いや、それは忙しかったから。家庭も顧みずギャンブルにね。心配しないで。私ブログが大バズりして近々大金をいただける予定だから。え？隙間時間にスマホで投稿してたの。それにお母さんのご好意で必要な時は系列の飲食店に高待遇で戻れることになってるから。え？ブログで一攫千金とかすげえじゃん。俺もスマホでの息抜きは大事だと思ってたんだよ。主人の相手しろとか言ってたの誰？え、そうだっけ？で、どのくらいもらえるんだ？これでまた贅沢できるわ。はあ？借金横領男がどの口で。ほんと空気も読めない一家の恥ってお母さんが言ってるよ。そんな、本当に安心してます。許して。人のお金使って夜通しギャンブルやってたやつなんて土下座しても許すわけないでしょ。ユイ様、お願いです。ママからさっきブロックされて連絡がつかなくなりました。そこにいるんですよね。中を取り持ってください。二人の絆はどうしたの？こんなはずじゃ。お母さんからの最後の伝言、二度と家の敷居をまたぐな、だって。ママ、嘘って言ってよ。一人で借金返済できるといいね。バイバイ。やだ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 、待ってくれ。後日談。常習性や高額なことが決め手となり、太一は横領で逮捕、懲役3年の実刑が確定しました。もちろん会社は解雇、外面だけは良かったようですが、本性に気づいてる人も多く、管理職がいなくなったのに喜ばれているとかいないとか。義母は絶縁状を作成し、親子の縁を切るそうです。太一に遺産が入らないよう相続排除の手続きも進めると聞きました。最愛のママや親戚からも見放され、出所後も借金を抱えて頼る人のいない人生って、想像しただけで哀れですね。お母さんには刑務所の太一から頻繁に分厚い手紙が届くのだとか。最初の一通を開封し、刑務所での悲惨な生活に最初は少しだけ同情したようですが、文末に書かれた寂しい、会いたい、大好きの3コンボを食らってからはすぐに見るのをやめて、今はゴミ箱直行だそうです。私の離婚はすぐに成立、刑務所から出たら慰謝料と使われた貯金を合わせた400万円に家や家財の財産分与、養育費4万円も毎月請求するつもりです。ギャンブルなどやっている暇もないくらい働いてもらいます。私のブログは好調で収入も安定、義母のサポートを受けながらマミと2人で幸せな暮らしを満喫しています。サエの旦那さんって1年前に亡くなったよね。あ、うん。フルネームって佐藤仁さんで合ってる？そうだけど、どうしたの？うち看護師やってるんだけど、同姓同名の人が病院に救急搬送されてきてさ。え？去年一面で集まってサエのこと慰める会やったし、亡くなったってのは分かってるけど。うん、夫はもういないよ。でも顔つきも似てるの。会ったことはないけど写真見せてもらったじゃん。そんな名前も顔も似てる人がいるなんてドキドキしちゃうね。ひとし？ね、似てるでしょ。似てるってレベルじゃないよ、本人にしか見えない。さえさ、旦那さんが急逝した時、出張ですぐに帰れなくて、その間に姑が勝手に葬儀も火葬も済ませちゃってだいぶ怒ってたじゃん。うん、最後に顔が見たかったのに。
それってもしかしてだけど、生きてるってことない？偽装ってこと？だっていくら母親とはいえ、奥さん待たずにいろいろやっちゃうのは怪しいでしょ？それはそうだけど、戸籍はどうなってる？他界したらいろいろ書類の処理しなくちゃいけないでしょ？書類関連もお母さんが全部やってくれたし、私はショックが大きくて、そこら辺気にする余裕もなくて。姑さんと仲があんまり良くなかったっぽいじゃん。嘘ついてる可能性はある。不仲なわけじゃなかったよ。嫌な人でもないし。ただ厳しくて私は苦手意識があったかな。なるほどね。その夫に似た佐藤さんはどうして救急搬送されたの？階段から落ちて頭を打ったの。周囲の人が救急車呼んでくれて、搬送中に目が覚めたし、命に別状はないみたい。志保さん、その人に話しかけられる？え、なんて？サエの旦那さんですかって聞けばいいの？いや、違った時まずいか。だね。私、ここの病院には今月からお世話になってるから、ペーペーのペーなのよ。話しかけづらいよね。なんかやけに先輩看護師さんと仲良さそうに話してるんだよね。もしかしたらよく来る人なのかな？病院に？こんな若いのに。確かに不思議。その看護師さんどんな人？めっちゃ性格いいし、美人すぎて患者さんがよく LINE 聞いてくるって悩んでたな。あ、やっば、先輩に呼ばれちゃった。病院ってどこ？スカト大学病院。わかった、今から行く。私は仕事で構えないかもだけど、気になるんだったら会ってみてもいいと思うよ。じゃあね。ありがとう。まさかそんな、ひとしが生きてるなんてありえない。そう思いながらも私は病院に急ぎました。彼とは2年前、私が26歳の時に結婚しました。すごく優しい人で、気遣い上手で尊敬しています。こんな人と夫婦になれるなんて、と嬉しくて泣いたものです。しかしその幸せな生活は1年ほどしか続かず、私が海外出張に行っている最中に不慮の事故で亡くなったと知らされていました。そんな彼が生きているなら会いたい。ありえないって分かってるけど、とにかく会いたい。息を切らして病院に着くと、そこで私はとんでもないものを見てしまったのです。1時間後。お母さん、どうして私に嘘をついたんですか？サエさん、お久しぶり。急に何のお話かしら？ひとしさんのことです。彼は生きてますよね？え？ひとしさんが近くの病院に運ばれたと連絡がありました。その病院で働いている友人から聞いたんです。息子は1年前に亡くなったわよ。同姓同名の関係ない人でしょ？同じ顔をしていました。身長も声も表情も。あったの？顔は合わせてません。病室を覗いたら彼がいて、美人な看護師さんと楽しそうに話していました。彼は1年前に亡くなったってお母さん言ってましたよね？他人の空似よ。息子の葬儀は私がちゃんと終わらせたもの。その時の写真や領収書はありますか？ないわね。本当はやってないんじゃないですか？バカなこと言わないで。こんな嘘をついて何の意味があるの？私はお母さんから嫁だと認められてなかった。ひとしさんと引き離すためにこの手段を取ったんじゃないですか？厳しくはしたけど、そんな風に思ったことはないわ。それにあなたが嫁にどうとかって、私じゃなくて息子が決めることでしょ？ひとしさんも私じゃ物足りなかったんだと思います。どうしてそう思うの？あの美人な看護師さんと話している内容で分かっちゃいました。もう1年の付き合いだねとか、次はどこ行こうかってデートの相談までして。他に好きな人がいたんですね。それはあなたの勘違いよ。私はそうは思いません。そもそもあの子は死んだの。病室にいる人は別人なんだから冷静になりなさい。じゃあ話しかけてきます。やめて。話せば本人かそうでないかわかるでしょ？何かいけませんか？
この世には知らなくていいこともあるんじゃない？意味わかりません。あなたは家に帰りなさい。もうその反応でわかります。やっぱり偽装だったんですね。二人して私を騙して楽しいですか？本当に違うの。息子はあなたを愛してる。そうですか。もういいです。さえさん、あなたのためなのよ。数分後、さえ、病院に来てる？うん。遠目から見たけど、やっぱり彼は私の夫だと思う。直接話さないの？なんか勇気が出なくて話しかけられない。お母さんには LINE したんだけど。うん。息子は亡くなったの一点張り。そう考えると彼も私から逃げたかったのかもしれない。二人で協力して私を騙したの。そんな感じじゃなかったけどな。え、ひとしと話したの？包帯変えてたら明らかに私のことガン見してくるから、サエの旦那さんですよねって声かけちゃった。私が志保のこと親友だって写真を見せたことがあったからかも。ひとしは何て言ってた？サエには僕が生きてること内緒にしてくださいって。やっぱり私に会いたくないのね。離婚したいならそう言ってくれればいいのよ。こんなめんどくさいことしなくてもよかったじゃん。サエとは離婚したくなかったんだと思うよ。離婚はしたくないけど離れたい理由って何？他に好きな人ができたとしか思えない。それで慰謝料が払いたくなくて逃げた。きっと相手はあの看護師さんね。そういう会話してたから。ねえ、いろいろこじれてるよ。一度旦那さんとちゃんと話しな。今さら何を話せっていうの？なんとなく病院側からひとしさんのこと聞いたけど、サイに嘘をついたのは理由があったからだと思うよ。だから美人看護師さんと人生をやり直すためじゃないの？違うって。あの人結婚してるし。え？あんたひねくれると全然話聞かないんだから。ひねくれて当然でしょ。死んだと思ってた夫が生きてたんだよ。でも話した方が後悔ないと思う。私からは話しかけられないよ。あっそ、じゃあ私仕事戻るから。どうしたらいいの？数時間後、さえ、久しぶり。ひとし、ごめん。どうして連絡してきたの？志保さんからサイに全部バラした。あの子は育児なしなところがあるから連絡してあげてくれって言われて。私から逃げたのによく LINE 送ってこれたね。今さら何のよ。逃げたんじゃない。本当傷が癒えてきたのに今頃生きてるなんて言われても困るだけだって分かってたけど、俺もサヤと話がしたかった。他界して1年経ったくらいじゃ傷は癒えないわよ。毎日あなたのことを考えてた。それは嬉しいな。私は嬉しくない。どうして嘘をついたの？ちゃんとひとしの口から話してよ。うん。長くなるけど聞いてほしい。本当はこのまま二度と会わないつもりだったんだけど、さえが誤解したまま悲しむくらいなら真実を話すよ。何？俺は1年前に急性リンパ性白血病と診断された。それって血液のガンって言われてるやつよね。そう。治療すれば良くなる場合もあるけど、5年後の生存率がかなり低くて。どれくらいなの？ 15% から 30% かな。そんなに低いのね。サイに話したくなくて、どうせ死ぬなら今すぐ消えようって思ったんだ。それで母さんに協力してもらって他界したことに。なんでそんなことしたの？しかも私の出張中に。その時がチャンスだと思ったんだ。海外出張で返信が遅いし、帰国するのにも時間がかかる。そのうちに母さんがいろいろ済ませたことにしようって。そんなことする必要ないじゃない。あるよ。俺が闘病生活をするってなったら、さえは仕事を投げ出してでもサポートしてくれるだろ。当たり前でしょ、妻なんだから。さえはまだ若いし、母親になりたいっていう夢もあっただろ。だから早く別れて
他のやつと幸せになってほしかった。そんな夢、ひとしのためならどうでもよかったよ。それが嫌だったんだ。サエはいろんな仕事も任されて、今が一番大事な時だろ。そんな中邪魔したくないし、サポートする時間を費やした挙句、俺が本当に死んだらサエは立ち直れない。ひとしの気持ちは分かったよ。浮気と疑ったことはごめんなさい。それは仕方ない。母さんからいろいろ聞いたよ。看護師さんと仲良さげに話してたのは色恋沙汰とかではないんだ。1年の付き合いは病院とのこと。白血病もスカト大学病院で見てもらってて、あの人は俺の担当だったから。デートの相談してたのは？あれはゲームの話。次どこのクエストに行こうかってことだよ。なんだ、早とちりした。どんな理由であれ、サエを騙したことは申し訳ないと思ってる。ごめん。本当だよ。ひとしが生きてるなら一緒にいたい。いつかまた悲しむことになっても、そばであなたを支えるのが私の幸せだから。うん、ありがとう。でも怒ってる気持ちもあるからね。そうだよな。悲劇の主人公ぶってないで、私の気持ちもちゃんと考えて。本当にごめん。それで今の体調どうなの？それが思ったより寛解に向かってて、病状も安定してるんだ。治ってきてるってこと？癌に完治って言葉はないから、どうしても寛解って表現にはなるけど、もしかしたらこの先も生き続けられるかもしれない。どうしよう、嬉しくて涙が止まんない。明日会おう。脳に損傷がないか検査して。明日の朝特に問題がなければ退院できるから。階段から落ちるなんてアホね。雨が降ってて滑ったんだよ。私できる限りのことはするから。好きな人とかできてない？バーカ。そうだ、母さんからもメッセージが来てて、サイに謝りたいって言ってたよ。うん、私もいろいろ口走ったから謝りたい。またここから家族になれるよな。うん、これからもよろしくね。死ぬまでよろしく。後日談。翌日、ひとしの脳に異常がなく無事に退院。私たちは1年ぶりの再会を果たしました。嬉しくて震えが止まらない。だって死んだ人に会えたんですよ。想像できますか？それからの私たちは絵に描いたように順調でした。ひとしは医者から寛解宣言をもらい、仕事に復帰できるほど元気になりました。完治と違うところは再発する可能性があるということ。でも私は一生彼を支える気なので覚悟はできています。あれから5年が経ちますが、再発はなく、一昨年生まれた息子もすくすく育っています。まだ結婚できていない志保には嫌味を言われますが、お母さんともうまくやれていますし、私はとても幸せです。夫が生きていてくれて本当によかった。明日の家族旅行だろいからドタキャンするわ。2軒目俺も行く。もしかして今飲んでるの？明日遊園地に行くんだよ。やべ、誤爆した。今日は仕事で遅くなるって言ってたよね。上司から飲みに誘われちゃって断りづらくてさ。嘘つかないで正直に言ってよ。明日朝8時出発だけど大丈夫？それなんだけどさ、遊園地行けなくなったから娘に謝っといてくれ。え？なんで？上司から仕事頼まれちゃってさ。和彦が平日のこの日しか休めないって言うから、ゆりの保育園を休みにして私も休暇を取ったのに。急な依頼が入ったんだ、しょうがないだろ。1年ぶりに家族で外出って言って上司を説得できないかな。言ったけどダメだった。他に頼める人いないんだってさ。ゆりは明日の遊園地をパパと一緒にゴーカート乗るって楽しみにしてたのよ。俺だってゆりと遊びたいけど仕事だって大事だから。私も正社員だから仕事と家庭の両立には悩むことがあるけどさ、和彦はもうちょっとゆりと関わってあげてほしいな。女と違って男の仕事は融通が効かねえんだよ。私はゆりが生まれてから飲み会なんて一度も行ってないんだけど。飲み会は男の第二の仕事場。
女すっこんでろ。もしかして酔っ払ってる？まだビール5杯目だよ。とにかくユリには明日の遊園地はなしって説明しといてくれ。別に和彦がいなくても二人で行けるよ。遊園地ってモーリーランドだよな。そうだけど、山奥なのにバスで行くつもりか。遊ぶ時間なくなるぞ。車で行くつもりよ。何言ってんだ、うちに車はねえだろ。え、お母さんから車を借りるって言ってたよね。俺は借りられるけどお前は無理。でも新車を買わない代わりに必要な時はお母さんから借りるって話だったよね。そうだけど母さんはお前のこと嫌いだから貸さないよ。そんなのひどいよ。貸してくれる人の機嫌を損ねたらダメなことくらいわざわざ言わなくてもわかるだろ。そうは言うけど、お母さんが言うことはめちゃくちゃでとても応じられるようなことじゃないのよ。どうせまた仕事辞めろって言われたんだろ。それだけじゃない。会社に電話してきて私を辞めさせろって上司と話そうとしてきたの。お前の頭ってダイヤモンド級に硬いよな。パート社員になるとか言って融通聞かせりゃいいのに。結婚前に仕事は辞めたくないって言った時、和彦は同意してくれたじゃない。母さんがダメって言うなら辞めなきゃいけないよ。家庭のことは二人の問題でお母さんは関係ないでしょ。子育てとか金のこととか援助してもらってんだから無視すんなよ。お母さんのご機嫌取らなきゃいけないならもう援助してほしくないな。お金なら二人のお給料で十分やっていけるし。あのさ、この話って今しなきゃダメ？俺二次会行きたいんだけど。確かに今する話ではないかもだけど。よし、この話終了。待って。なんだよ。車のことだけど一応お母さんに電話して車を貸してもらえないか聞いてみるね。どっちにしろ母さんの車は仕事で俺が使うからお前は使えないよ。仕事なら普通車用車を使うでしょ。そっちは車検でな、今回だけ自前で車を用意しないといけなくなったんだ。和彦が来ない上に遊園地もダメになったらユリがかわいそうだよ。話が長えんだよ。俺はもう二次会行くから。じゃあな。ちょっと、母さんには俺から連絡しとくから、お前はユリのこと頼んだぞ。遊園地に行けないことを知ったユリはやだやだと泣いてなだめるのが大変でした。私の名前は藤崎春菜、年は33歳で事務職をしています。家族は旦那の和彦と4歳の娘であるユリとの3人暮らしです。和彦は1年くらい前から仕事を理由に育児を避けるようになりました。最近だと義母との喧嘩の仲裁に入ってくれることもなくなり、嫁姑関係は悪化の一途をたどるばかりです。義母はおとなしい感じで常に敬語という昔ながらの礼儀正しい人だと思っていたんですが、入籍が終わってから本性をむき出しにしてきました。女は結婚したら家庭に入れ、女は旦那の影踏まず三歩後ろをついていきなさいだなんて、この令和の時代に何を言ってるんでしょうか。そんなことよりも今はユリとどこに遊びに行くかを考えないと。娘を楽しませようと思いを巡らせていたのに、義母と旦那の行動が全てをぶち壊したのでした。翌日、あなたとはもう他人です、さようなら。お母さん、突然どうしたんですか。原因はご自分で分かってらっしゃるでしょう。いえ、全く思いつきません。まさかあなたが旅行先に娘を置いて先に帰るなんて思わなかったわ。え、私ならユリと一緒に遊園地にいますけど。孫が熱中症で救急搬送されたと警察から連絡が来ました。娘はさっきまで一緒にいたんです。熱中症なんてあるわけ。さっきまでってことは今は一緒にいないってことでしょ。はい、娘は子供だけで遊ぶコーナーに預けて係員さんに見てもらってるんです。それならどうして警察から連絡が来るんですか。それはわからないです。すみませんが今お腹が痛くてトイレにいるんです。用が済んだらすぐユリを探しに行きますから待ってもらえませんか。しらじらしい演技はおやめなさい。それよりも警察に捕まったら旦那は無関係ですって訂正してくださいね。和彦なら仕事に行ってますけど関係あるんですか。え、あの子と一緒じゃないんですか。和彦なら仕事です。今朝お母さんのところに車を借りに来た時事情を聞いてませんか。私は何も聞いてません。でもとりあえず息子は遊園地にいないってことね。アシスター、お母さんの車は和彦が使ってるので車内で熱中症だなんて怒るはずないんですよ。
でも警察は母親が重要参考人って捜査してるし、あなたが犯人ってことで確定よね。私の話をちゃんと聞いてください。今までずっと私の話を聞いてこなかった人に答える義理はありません。私はそんなことしてませんけど。仕事は辞めましょうって何度も言ったのに無視して働き続けたじゃないですか。それは共働きの方が収入面で安定するし、ユリの将来のためにお金を貯めておきたかったんです。息子はあなたに仕事を辞めてほしいって何度も言ったけど聞いてくれないから困るって言ってたわ。和彦とは家事も育児も仕事も協力して頑張ろうって妊娠した時から話を決めていたんです。あなたが高圧的な態度で強引に意見を通したんですね。そんなことしてません。最近じゃ和彦の方が育児を協力してくれなくて困ってるんです。育児はあなたの仕事だから手伝う必要ないって私が息子に言ったの。え？息子もうなずいて納得してくれました。それは私と和彦が話し合うことです。家庭に介入するのはやめてください。あなたって強情よね。私が何をしても平気ですって顔してるし。え？何かしましたっけ？あなたの会社に電話したでしょ。上司だと名乗る人に結婚した女を働かせるなって抗議したけど、適当な態度で聞き流されて、ひどいったらありゃしないわ。そんなこともありましたね。それだけじゃない。あなたが会社に遅刻するように生ゴミも撒いたわ。てっきりカラスがやってたのかと。そんなわけないでしょ。最近は暖かくなってきたからすごく匂って掃除するのが大変だったんですよ。そうよ、片付けで遅刻しそうになって困ったでしょ。そうですね。娘の保育園の準備もあるので何回か遅刻しました。それに最近社内で評価が下がったりしなかった？苦情の電話とか。身に覚えのないものが何件か来ましたね。相当聞いたんじゃない？電話対応の態度が悪いとか、外でタバコのポイ捨てとか、耳覚えのないことばかりで対応に困りましたよ。なんだ、私の作戦は効果あったのね。イラッとすることばかりで頭が痛くなりました。そしてあなたの逮捕という結末で私の努力は実を結んだわ。その話ですけど。何？娘なら今隣にいます。やっぱり警察のことは何かの間違いだと思いますよ。え、じゃあ熱中症で運ばれたのは誰なのよ。わからないのでとりあえず和彦に電話してみます。どうせあなたが逮捕されたくなくて嘘ついてるんでしょ。そこまでして逃げようとするなら私も容赦しませんからね。3時間後。ごめん、今日は帰れない。どうしたの？仕事が立て込んでてさ、今日はビジネスホテルに泊まるよ。あなたがしたことは犯罪よ。逃げ回るのはやめて、早く警察に自首して。何の話してるんだ？とぼけないで。あなたが浮気相手の女の子供を車内に置き去りにしたの、もうバレてるからね。なんで知ってんの？もしかして警察から連絡来た？うん、警察の捜査に協力するためにお母さんと警察署に行ってたの。違うんだ、俺は何もしてない。じゃあ今どこにいるの？カナと一緒にいるけど場所は言えない。カナって浮気相手の女の名前？うん。逃げ続けたら立場がどんどん悪くなるよ。捕まる方が嫌だろ。てか俺は浮気がバレないように母さんの車使ったのに、どうしてそっちに連絡が行ったんだよ。警察が車にあった車検関連の書類を見てまずお母さんに連絡が行ったの。そういや母さんから電話が立て続けに来てたな。和彦に電話がつながらないからお母さんが私に電話してきた。それから私が警察に電話したの。車を使ってた俺はともかくさ、なんで女が一緒にいたってわかるんだよ。ドライブレコーダーの中身を見せてくれって警察から頼まれてお母さんが見せたってさ。それで音声から判明した。母さん何やってんだよ。怖い警察官に言われて断れなかったみたい。余計なことすんなよ。で、あなたは4歳の子供を命の危険にさらしたのに逃げ続けるつもり？俺は悪くない。逮捕されるべきはカナなんだよ。俺はあいつと浮気してただけで子供の父親ではないし、逮捕なんておかしいだろ。私は法律に詳しくないから少し調べたんだけど、血がつながってなくても子供を保護する義務を怠った人は罪になるんだって。子供を世話すんのは母親の仕事だ。俺に義務なんてない。それ本気で言ってるの？考え方が母親に毒されてるね。お前も母さんを見習って仕事を辞めてユリの世話だけすればいいんだよ。
そんな家庭の独自ルール警察の前じゃ通用しないからね。なんだと？和彦のしたことは保護責任者遺棄罪って言って逮捕されるような犯罪だから。嘘だろ、俺逮捕されるのか？かなさんの娘さんは今意識不明で ICU に入ってるの。あの子がどうなるかによってはあなたの罪状も変わるかもね。そんな、ちょっと遊びに行くだけだから数時間くらい平気だと思ったのに。今日の気温は30度超えよ。車内でローストビーフを作れるような気温なのに何考えてんの？俺だってカナの娘と一緒に遊ぼうと思ったんだ。でも抱っこしたら泣き始めて、子供をあやしてたら遊園地楽しむどころじゃないだろ。じゃあユリが同じ目にあってもそうやって言い訳するのね？いや、それは一児の父親として子供を大切に思う心があるなら自首してください。でもさ、警察沙汰になったら職場も辞めないといけないし。当然の報いよ。あと私と離婚してください。ユリの親権は私がもらえます。ちょっと待ってくれ、突然そんなことを言われても。浮気したんだから当然でしょ。カナとは体だけの関係で本気じゃないんだ。頼むから離婚はやめてくれ。無理、あなたとカナさんに慰謝料の請求するから。そんな。あともう一つ、お母さんも名誉毀損で訴えるから。え？あの人、私がユリを熱中症で救急搬送させたって勘違いしてね、会社に突撃してあんな犯罪者やめさせろって言って暴れてくれたんだよね。取引先の人もいる前でやられたからとんだ迷惑よ。なんでそんなこと？孫をひどい目に遭わせたから天罰を下したかったんだってさ。母さんはどうなったんだ？ロビーで警備員さんに捕まってつまみ出された。その後車の所有者ってことで警察に呼ばれた時に私は警官の話を聞いて勘違いだって納得してくれたの。誤解して悪かったって謝ってくれたよ。許さないけど。ああ、なんてことだ。親子揃って裁判沙汰になるなんてすごいね。俺は春菜とユリを愛してる。慰謝料も養育費も払うから、せめて逮捕を回避できるように警察と交渉してくれないか。この後に及んでまだ自己保身のこと考えるんだ。呆れる。頼む、金ならいくらでも払うから。とっとと逮捕されろ、このクズを。何でも何でもするから助けてくれ。後日談。和彦とかなさんは警察署に出頭し、罪状は保護責任者遺棄罪で逮捕されました。かなさんの娘さんは容体が回復しましたが後遺症が残ってしまい、裁判の結果2人に有罪判決が下されました。和彦は懲役1年ですが半年の執行猶予期間をもらい、カナは懲役2年で現在は塀の向こうで暮らしています。私は2人に対し慰謝料をそれぞれ100万円、和彦にはさらに離婚と養育費月3万を請求しました。カナさんの旦那さんは娘さんを連れて離婚を選択し、和彦に対して慰謝料300万を請求、お母さんには名誉毀損として慰謝料50万を請求しました。年金生活のお母さんには少額でも手痛い出費だと思います。元旦那には合計400万円の請求と慰謝料がのしかかり、職場を解雇された今生活は辛いものとなるでしょう。私の方は実家に戻り、娘の面倒は親に見てもらいながら仕事を続けることになりました。職場からは大変なことがあったらいつでも休んでいいと温かいエールをもらえて、これからも前向きに頑張っていきたいと思います。ただでさえ汚い農家なのに結納金300万ごときで娘をやれるか。一度会っただけでそんなことおっしゃらないでください。お父さん、君なんかにお父さんと呼ばれる筋合いはない。あ、すみませんでした源三郎さん。人の家の庭に汚物を撒き散らしておいて謝って済むと思うのか、この脱粉男め。僕と庭が悲惨なことになったのはあなたが僕に向かって牛糞を投げつけてきたからでは。君があちこち逃げ回ったおかげで家中が大変なことになった。牛糞の袋を片手に鬼の形相で追いかけられたら誰でも逃げると思います。元はといえば君がひどい石を放っていたのが悪いんだぞ。え？牛糞は香水代わりに投げつけてやったんだ、君の悪臭をかき消すためにな。風呂には毎日入っていますし、今
今日はお宅に伺う前に由美子にも身だしなみのチェックをしてもらったんですが。いくら風呂に入っても無駄だ。君のそれは生まれ持った異臭だからな。どういうことですか？農家の人間ってのはどうしてああも道具臭いんだろうな。農家が臭いなんて偏見です。それにあなたに仕事を問われて僕が農家ですと答えるまでは円満に話していましたよね。 LINE の交換もしてくれましたし。今日は風邪気味だったんだが、客までお茶を飲んだら鼻が通って悪臭に気がついたんだ。そんなことありますかね。何か文句があるのか？文句ではないですが、農家を誤解されているようなので、できればそれを解いて円満に由美子と結婚したいです。何も誤解しちゃいない。農家ってのは他に仕事を持てなかったクズが集まる無能の吐き溜めだろ。そんなことありません。農家だって他と同じ立派な仕事の一つです。種を植えて適当に水やりして出来上がった野菜を引っこ抜くだけの作業が立派な仕事なわけないだろ。農作業はそんなに単純なものではありません。たかだか水や肥料の量を調整するだけのくせに偉そうに。そんなもの猿でもできるじゃないか。それは農業のほんの一部です。他にも品種改良とかいろいろと奥が深いんですよ。何をしてるにしても脳みそ空っぽの中卒連中がやることに変わりないんだから、仕事とは言えないな。僕は一応大卒ですが。嘘をつくな。大卒の人間が結納金と一緒に自家製野菜を持ってくるなんて非常識なことをするわけない。あれは由美子のお母さんから事前にリクエストのあった野菜です。私の妻がジリビン農家にリクエストなんてするか。大根もレタスも貧乏臭いんだよ。そうおっしゃるなら奥さんに聞いてみてください。聞くまでもなく野菜なんて頼んでない。汚い野菜を持ってこられて迷惑だって言うに決まってる。それは源三郎さんの勝手な想像じゃないですか。こんな非常識の農民が娘と結婚しようと思うなんて、それだけでも大罪だ、極刑者だ。そこまで。娘だって君が農家と知っていたら結婚なんて考えもしなかったはずだ。由美子さんとは小学校から一緒です。ずっと前から僕の家業を知っていましたよ。一流企業の幹部で年収が1000万もある私の娘が望んで農家と付き合ってましてや結婚なんてするもんか。最低な脅し方をしたに違いない。普通に交際をしてプロポーズしただけです。いや嘘だ。今娘も泣きながら付き合いたくなかった、弱みを握られていると言っているに違いない。また勝手な憶測で。由美子には君の番号を着信拒否させる。もう娘には一切会わせない。え？連絡が取れないからってうちに来てみろ。すぐに警察に通報するからな。そんな。二度と顔を見せるんじゃないぞ。汚い農家は豚とでも結婚してろ。僕の名前は健一、26歳です。婚約者の由美子は24歳。高校生の頃から8年の交際期間を経てこの度プロポーズを受け入れてもらいました。そんな彼女の父である源三郎さんは50歳。本人曰く大企業の幹部で年収1000万円がご自慢のようです。源三郎さんの由美子への執着は凄まじく、成人した今も門限は午後6時。一人暮らしなんてもってのほか、そのため彼女の母に口裏を合わせてもらって少ない時間でデートを重ねていました。結婚の挨拶に伺う際、彼女からは事前にパパには婚約者がいることはまだ話していないからと言われていたのですが、その理由がよくわかりました。農家のことを毛嫌いしている源三郎さんにどうにか理解してもらって円満に結婚したい。残念ながら僕のその希望は叶わぬこととなるのです。数日後、私たち別れましょう。あれから何回連絡しても無視だったのに、やっと連絡が来たと思ったら一方的な別れ話か。いくらなんでも急すぎる。パパに反対されたんじゃ別れるしかないじゃない。まだ一回追い返されただけだろ。認めてもらえるまで何回でも会いに行くよ。何度来たって結果は同じ。あなたとはもう終わりなの。でも君はいつも言ってるじゃないか、やってやれないことはない、もうダメだと思ってからが本番だって。そんな言葉まやかしよ。どうにもならない時だってある。仕事で悩んでいる時、由美子が励ましてくれたから今の僕があるんだ。だからこれからは僕が君を精一杯幸せにして恩返ししたい。あなたと一緒じゃ幸せになんてなれない。どうして？汚い農家に嫁いだって待っているのは悲惨な人生だけ。そんなのごめんだから。
プロポーズした時は一緒にいろんな作物を育てようって喜んでくれたじゃないか。牛糞まみれのあなたを見てそれが間違いだったと気づいたの。あんな匂いを毎日嗅いで生活するなんて絶対に嫌。毎日牛糞まみれで家に帰るわけじゃないよ。でもパパも言ってたでしょ、染みついている悪臭は取れないって。でも君は結納の日の朝も汗の匂いを気にする僕に全然気にならない、大丈夫って言ってたよな。あなたと一緒にいて感覚が麻痺してたのよ。でもこの結婚が間違いだと分かった瞬間にひどい悪臭にも気がついた。なんだそれ。とにかくそういうことだから、もう私には連絡してこないで。たった一回反対されただけでそこまで気持ちが変わるのか。もう僕に未練はないと。ないわね。高校から付き合って8年だぞ、いろんな思い出だってあるのに。あなたとの思い出なんて黒歴史みたいなものだから、もう記憶の片隅にもない。そこまで言うってことは本当なんだな。無駄な8年間だったわ。あなたとくだらないことをして遊んだ時間を返してほしいくらい。僕にとってはどれも楽しい思い出なんだけどな。私はもうあなたとも、あなたの育てた野菜も嫌いよ。椎茸も大根もね。俺は椎茸なんて育てたことないけど。牛糞かぶって脳みそまでやられちゃったの？二人で遊んだ時、自慢げに私に見せてきたでしょ？遊んだって言っても、君の門限があったからほとんど僕の家で過ごしてたじゃないか。その時のことよ。何をして遊んだかも覚えてないの？そうだ、思い出した。他にも生姜や枝豆も自慢げに見せてきてたけど、どれも大嫌いよ。わかった。本当にわかったんでしょうね。君の気持ちはよくわかった。だからもう、大丈夫だ。それならもう言うことはないわ。あなたとはこれでおさらばね。さようなら。一週間後。この書き置きはどういうことだ？今出張からお帰りですか？お疲れ様です。二人は保護しますとはなんだ？私の娘と妻をどこへ連れ去った？あなたのいないところです。結婚反対されたからって無理やり連れ出すなんて、警察に通報するぞ。したければどうぞ。そんな度胸ないでしょうけど。なんだと？ほら、どうぞ、通報してください。僕は警察が来ても、物置に閉じ込められていた二人を保護したというまでです。閉じ込めたなんて人聞きの悪い。引き分けの悪い女どもにしつけをしていたまでだ。物置にバケツと水だけ置いて3日も放置したことが？たった3日程度で大げさに。水は置いてやったんだから1ヶ月食べなくても生きていける。僕が二人を助けなかったら1ヶ月もあんな狭くて汚い場所に閉じ込めておく気だったんですか？二人が私に盾ついたことをしっかりと反省したら出してやるつもりだったんだ。由美子はもう大人ですよ。あなたに彼女の人生を決める権限はありません。どいつもこいつも似たようなことを言いやがって、ヘドが出る。もしかして奥さんから同じようなことを言われて由美子と一緒に閉じ込めたんですか？一家の主人に逆らったらこうやって反省させるのがうちのやり方なんだ。部外者が家庭内の問題に首を突っ込むな。部外者じゃありません。由美子は僕の婚約者です。君と娘は別れたはずだろう。あなたが由美子を監視しながら無理やり送らせた別れの LINE なんて無効です。どうしてそれを？君は LINE で別れを了承してたはずだ。僕はあの LINE に隠されていた由美子の本当の気持ちに対して分かったと送ったんです。どういうことだ？花言葉です。あ？あなたは知らないでしょうが、野菜にも花言葉があるんですよ。そんなクソの役にも立たないものが何だって言うんだ。あの時、由美子は僕が育てた野菜が嫌いだと言って、いくつかの野菜をあげました。椎茸、大根、生姜、枝豆です。だからそれが何だ？椎茸の花言葉は、疑い。何？由美子から僕に LINE を疑えというメッセージです。まさか他の野菜も？大根の花言葉は、潔白。生姜は、あなたを信頼します。枝豆は、幸せは必ず訪れる。あの野菜にそんな意味が？由美子のやつ、なんでそんな花言葉なんか知ってたんだ？僕たち一緒にいる時に花言葉で会話するっていうくだらないゲームをして遊んでいたんですよ。由美子がしきりにお前の家で遊んでいた時にと言っていたのは、そのことに気づかせるためだったのか？飲み込みが早いですね。僕は由美子からの SOS に気づいてすぐお宅に探しに行きました。
だから由美子は私が出張に出るタイミングで別れ話をしておきたいと言い出したんだな。本当に頭のいい女性です。僕にはもったいないくらい。それどころか身分不相応だ。お前のような底辺農家なんて絶対に結婚相手とは認めないぞ。僕が農家じゃなくなったら認めてくれるんです？年収1000万の私が納得する職を見つけてきたら認めてやってもいいが、どうせ無理だろう。それはおいおい考えるとして、とりあえず今は認めてもらうために年収1億はあるけど農家辞めますね。え、次の職業は何にすればいいです？有機野菜を使った飲食店とか野菜のスイーツのお店とか。ちょっと待ちなさい。年収1億とは何の冗談だ？冗談じゃありませんけど。農家がそんなに稼げるなんて聞いたことがない。私をからかっているのか？それはあなたが無知なだけです。年収はやっている作物の種類や規模によって大きく異なります。大根やレタスをいくら大量に作ったって1億なんて稼げないだろう。僕がいつ大根とレタス専門の農家だって言いました？違うっていうのか？うちの本業はブドウ農園です。ただ作って出荷するだけじゃなく、ブドウ狩りなんかもやってます。だとしてもそれで年収1億なんて。ワインも作ってて商標登録して売ってますから。源三郎さんも飲んだことありません？そういえば由美子が何度かやたらとうまいワインを持って帰ってきたことがある。お褒めに預かり光栄です。褒めてない。今のは取り消しだ。褒めてないぞ。由美子はこのワインの開発で僕が頭を悩ませている時にずっと支えてくれたんです。いや、きっと嘘だ。君みたいな貧相な身なりでワインを作っているなんて信じられない。そうおっしゃるならワインの空き瓶を見てみては？ラベルの製造者のところに僕の名前がありますから。ちょっと待ってろ。すぐに嘘だと証明してやる。ああ、本当だ。これでさすがに信じていただけたと思いますが。本当に年収1億なのか？おかげさまで貯金はもう少し多いです。よし、やめるのをやめなさい。は？それだけ年収があるなら農家でも何でも娘との結婚を許可する。それはありがとうございます。じゃあ今すぐ妻と娘を連れて戻ってきなさい。そのまま君も同居していいぞ。嫌です。せっかく結婚を認めてやったのに嫌とはなんだ。僕たち海外に移住する予定なので。あ？ああ、そうそう、由美子が言っていました。あなたとは親子を辞めるって。どういうことだ？ああ、親子じゃなくなるならあなたに結婚を認めてもらう必要もないし、僕が農家を辞めなくてもいいか。おい、じゃあ海外に行ったら新しく別の作物を作ろうかな。ドリアンとか。おい、どういうことだ？いいドリアンができたら送りますね。どういうことだと聞いてるんだ。申し上げた通りです。由美子はあなたと絶縁します。あんなに可愛がってやったのに結婚反対したぐらいで絶縁だと？幼い頃から自由を与えず、進学先も勝手に決めて、就職もさせなかったのにどこが可愛がっていると。花嫁修行として生け花や料理教室やなんかに通わせてやったろ。由美子言ってましたよ。いろんな教室に行かないとあなたが怒鳴り散らすから仕方なく言っていただけで全然楽しくなかったと。なんてわがままな。しかもその教室に行くために着る服一つ買うのにも土下座でお願いをさせていたなんて最低です。それもこれも全部娘のためを思ってのことだ。由美子はそんなこと望んでません。自由を奪う父親はもういらないそうです。ここまで育ててやった恩をあだで返す気なのか？由美子だけじゃありませんよ。あなたの奥さんもあなたとは離婚するそうです。これまでぬくぬくと専業主婦をさせてやってたのに、なんでそんなバカなことを。由美子と同じように生活費を渡すのにも土下座させて頭を踏みつけてたくせに。1円も稼げない専業主婦だぞ。それぐらい甘んじて受け入れるべきだ。あなたが働かせなかったんでしょ？二人ともあなたに支配されて逃げることもできずにずっと耐えてたんです。支配だなんて大げさな。それでも由美子は最後まで期待していたそうです。婚約者を連れていけば縛りつけることを諦めて心よくとは言わずとも静かに送り出してくれるかもと。だから祝福すると言ってるだろう。これからはみんなでうちに住めばいい。どうしてそこまで堅くなに引き止めるんです？それは女手が欲しいなら家政婦でも何でも雇えばいいじゃないですか。うるさい。
こちらにもいろいろ事情があるんだ。君には関係ないだろう。そうですね。あなたの行く末なんてどうでもいいし、うちのブドウ農園は父と兄に任せておけば心配ないので、さっさと海外に行きます。いや、それはちょっと待ちなさい。二人を閉じ込めた件は監禁罪で被害届を出すところですが、奥さんとの離婚届と引き換えになしにしますね。勝手に話を進めるな。一度会って話し合おう。大企業の幹部が逮捕なんて困るでしょうから、記入済みの離婚届を指定の住所に送ってくださいね。わかった。これまでのことは謝るから。一週間以内に届かなかったら被害届を出しますので。お願いだ。話を聞く耳を持ってくれ。お断りです。では、たった一人で良い老後を。二人にいなくなられたら困る。特に由美子は困るんだ。このまま何もかもダメになるなんて嫌だ。後日談。そりゃ困りますよね。由美子が生まれた時に自分の会社の社長息子と結婚させる約束で幹部にしてもらったんですもんね。約束を破ったことがバレた彼は幹部からも外されて窓際に飛ばされて給料は激減。住んでいた大きな家も社長の別荘の一つを社宅として使っていたもので速攻で追い出されたそうです。年収1億の僕がいればそうなったとしても気楽な隠居生活ができると思ったのでしょうが、そんなことは許しません。これまで家のことはすべて元奥さんに押し付けていたので、全く生活能力のない彼は新しく住み始めたボロアパートをあっという間にゴミ屋敷とかし、カップ麺ばかり食べて寂しすぎる生活を送っているんだとか。一方の僕は由美子と結婚、お母さんも無事に離婚、3人で海外に移住にして、そこで楽しく農家を始めました。これからは僕が精一杯、由美子を幸せにしたいと思います。いつまでこのタワマンにいる気なの？早く出てって。え、なんでですか？ここは購入したのでずっといるつもりなんですけど。タワマンはセレブが住む場所よ。あなたみたいな庶民が暮らす場所じゃないの。同じタワマンに住んでるのにセレブとか庶民とかあるんですか？いい？うちはタワマンの35階最上階のセレブ、あなたは2階の庶民なの。階数で決まるんですか？そうよ、価格だって違うんだから。高層階ほど価格が上がるの。地べたに近いところは貧乏人の庶民よ。でも1階は庭付きでちょっと高いですよね。あれは特別だから2階が最貧相なの。そうなんですか？エレベーターが苦手なので2階にしたんですけど。エレベーターが高級で使えない庶民の間違いでしょ。そんなことを考えたこともありません。だから庶民は庶民の生活をした方が身のためよ。え、庶民の生活ですか？ちょっとよくわかりませんが。あの、実はもうすぐパートの時間なんですけど。パートなんてしてるの？ええ、ハローマートのレジしてます。やっぱり生活が厳しいのね。うちは夫が IT 企業の社長で高収入だから妻が働くなんて考えられないわ。生活が厳しいわけじゃないんですけど、キララが小学校に行っている間だけでも仕事がしたいなって思いまして。パートをしないと生活できないような人と息子のユートちゃんを一緒にしたくないわ。ユートに近づかないでよね。そんなこと言っても投稿班が一緒じゃないですか。みんなとっても仲がいいし。投稿班はどうして庶民を混ぜるのかしら。それは党ごとに決められていますから。それがおかしいの。学校に抗議しなきゃ。でも先生方もお忙しいですし、ご迷惑かなと思うんですけど。忙しい？教師なんてそれが仕事でしょ。階層で登校班を分ければいいのにね。1階から29階までと30階以上の班ってどうかしら。30階以上に住んでる小学生ってゆうとくんだけですよ。一人で登校するのはかわいそうじゃないですか。じゃああなたのお宅が引っ越せば全て解決するわ。そうなんですか？それにね、私はあなたの秘密を知ってるのよ。秘密ですか？そうよ、バラされたくないでしょ。秘密って何のことでしょうか？とぼけちゃって、さっさと引っ越ししなさいよ。目障りなの。もしくは私の下僕になりなさい。さあ、どっちがいい？秘密に心当たりがないんですけど。胸によく手を当てて考えてみたら？これをバラされたら恥ずかしくて世間に顔向けできなくてよ。はあ？でも引っ越しはしません。じゃあ下僕で決まりね。それも嫌です。まだ逆らうの？庶民は生意気ね。いいわ、後悔させてあげる。私は陽子、35歳、小学生のキララと夫の3人でタワマンに住んでいます。子供の頃からタワマンに憧れてここで暮らし始めました。
夫の職場にも近く、生活もしやすいのでとても気に入っているのですが、問題はのひろみさんです。タワマン最上階に住み、ボスママとしてみんなを仕切り、やたらと人の生活に口を出したがるのです。中でもうちは2階に住むというだけで目の敵にされて困っています。ところが、ある出来事がひろみさんを追い詰めることとなるのです。集団登校の集合時間の変更の連絡がうちだけ回ってこなかったんですけど。あら、何のこと？今朝から15分早くなったって知らなくて、ゆうとくんが呼びに来てくれなかったら、キララは置き去りにされるところでした。あら、そうだったの？ゆうとったら優しいわね。はい、ゆうとくんはとても優しい子です。まだ4年生なのにしっかりしてるし。そうでしょ？私と同じで優しいのよ。はあ、そうですね。ところで時間変更のお知らせをひろみさんがうちに連絡されると言っていたって他のママさんから聞きましたが、連絡いただいてないですよね。そんなの知らない。そのママさんの聞き間違いじゃないの？そんなことないと思いますけど。きっと誰かが回し忘れたんじゃないの？よくある話じゃない。そうでしょうか。何よ、私を疑ってるの？そういうわけじゃ。あなたの被害妄想よ。でもこの間も保護者の登下校見守りの当番が変更になったことを知らずに私出られなくて、他のママさんにご迷惑をかけてしまったんです。まあ、当番をサボったっていうこと？いや、サボったというわけでは。だって出なかったんでしょ？サボりじゃない。まあ結果的にそうなってしまいましたけど。ひどいわね。ちゃんと当番を確認しなかったのが悪いのよ。いや、ですから知らないうちに当番が変更されていたんです。確認しないあなたが悪いのよ。それと一昨日は注文してないのにピザが10枚届きました。注文しないのに届くわけないじゃない。本当に注文してないんです。仕方ないのでお金を払ってちょうど来ていた子供たちに食べてもらいましたけど、26,800円。おかげで今月の食費がなくなりそうです。あら、そういえばユートンがピザ食べたって言ってたわ。おかげで夕飯が食べられなくて困ったのよ。はあ、すみません。注文した人をご存知ないですか？なんで私に聞くのよ。人を疑うのはやめなさいよ。でも、自分の非を認めないでまるで誰かにはめられたかのような言い方をするのをやめたら？みっともないわよ。ですけど。母親としてどうなのかしらね、そういう態度って。すみません。庶民の人って貧乏なもんだから根性までひねくれてるのかしら。そんな言い方をしなくても。今度皆さんでバーベキューをやろうと思っていたんですけど、そんな方をお誘いしたら子供の教育に悪いからやめておくわ。え？今週末に我が家のルーフバルコニーでバーベキューをやるの。35階は見晴らしもいいし、今の季節は気持ちよくて最高よ。はあ、そうですか。でも申し訳ないけど、あなたは誘えないわ。ごめんなさいね。別にいいですけど。美味しいお肉やお酒も用意するわ。子供たちも喜ぶでしょうね。そうですね。何よ、悔しくないの？あ、悔しがった方が良かったんですね。気づかなくてすみません。ほんとムカつくわね、あなたって。いいわ、みんなに秘密をバラしてやる。その秘密なんですけど、どうしても思い当たることがなくて。何のことでしょう？は？思い当たらない？私ならあんなこと知られたら恥ずかしくてここに住めないのに。だから何ですか？さあ、何でしょうね。みんなに知られて恥ずかしい思いをするがいいわ。ちょっと、なんでキララちゃんがバーベキューに来てるのよ。え、参加してるんですか？すみません、知りませんでした。ほんとずうずうしいったらないわ。お肉とかバクバク食べてるわよ。ごめんなさい、キララお肉大好きなもんで。どうしてくれるのよ。お肉代とか後でお支払いしますので。当然よ、お肉高かったんだから。5000円もらうわよ。貧乏人でもそれくらい払えるわよね。わかりました。今パートの途中なんで仕事が終わったら伺います。まったく、庶民は子供も遠慮がないわ。勝手に入ってくるなんて。でもさすがに勝手には入らないと思いますが。他の子供たちと一緒に来ちゃったのよ。みんなと楽しそうに参加しちゃって。追い返さないとダメね。そうでしたか。すみませんが、楽しんでいるのでしたらそのまま参加させていただけないでしょうか。は？何言ってんの？ズーズーシーにも程があるわよ。すみません、でもキララだけ追い返すとかしないでください。何勝手なこと言ってるのよ。それなら私の下僕になりなさいよ。下僕って？下僕になって何でも私の言うこと聞くなら許してあげるわよ。そんなのおかしくないですか？
元はといえば庶民のくせにタワマンに住んで、しかも高層階のセレブの言うことを聞かないあなたが悪いのよ。あの、そういう考え方って子供の教育に悪いと思いますよ。は？何を偉そうに。いいわ、キララちゃんはもう追い出す。そしてあなたの秘密をみんなにバラしてやる。どうしよう、ユートがいないの。いつからいないんですか？3時間前くらいから。いつもなら5時のチャイムが鳴ったら帰ってくるのに、まだ帰ってこないのよ。あの子可愛いから事件に巻き込まれていたらどうしよう。落ち着いてください。いなくなった時ってバーベキューの最中だったんじゃないですか？そうよ、他の子供たちと一緒にどこかに遊びに行ったからすぐに戻ってくると思ってたの。それなのに他の子供たちはみんな戻ってきてるのに、ユートだけいないのよ。それは心配ですね。警察に連絡した方がいいかしら？いや、それはやめておきましょう。なんで？何かあったら困るでしょ。ちょっと考えがありますので。あの、いなくなった時の状況を教えてください。だからバーベキューやってた時に子供たちが遊びに行くってみんなで出てったのよ。遊びに行くって？そうよ、だから公園にでも行くんだと思ってたんだけど。ひろみさん、嘘言ってませんか？は？嘘なんかつかないわよ、私。いいえ、あなたは嘘をついています。何を急に偉そうに。あなたはキララにここにいるのはふさわしくないから出ていくようにと言ったんじゃありませんか？え？何のことかしら。それを聞いたユート君が怒ってみんなで出てったんですよね。なんでそのことを？ユート君が全てを教えてくれました。幸い小一のキララは何が起きているのか分かっていなかったようです。ユートがそこにいるの？ユート君がキララを送り届けてくれました。でも家には帰りたくないそうです。嘘よ、ユートが帰りたくないなんて言うはずがない。お母さんの顔を見るのも嫌だって言ってますよ。ユートがそんなこと言うわけないわ。何よこれ。何って、ユート君に送るように頼まれました。え？僕は家出するって宣言してますよ。そんなのダメよ、ユート帰ってきなさい。よそのお宅に迷惑をかけるんじゃないの。うちは構いませんよ。キララがユート君に懐いてるのでずっといてくれていいですよ。そんな、ユートを返して。返す返さないではなく、本人の意思でここにいます。お願い、ユートに家に帰ってくるように言ってちょうだい。そもそもなんで子供たちの前でキララだけを仲間外れにして追い出すような真似をしたんですか？だってあなたが悪いのよ。は？他の人たちは私が秘密を握っていると言うと、みんな私の言うことを聞くのに、あなただけ言うことを聞かないんだもの。他の人にまでそんなことをしていたんですか？だって、どうせ秘密だって大したことないんじゃないですか？そんなことないわよ、重大な秘密よ。私は自分の秘密が何だか分かりましたよ。え？分かったの？宝くじでこのタワマンを買ったということですよね。そうよ、そんなあぶく銭でタワマン住民になったなんて恥ずかしくないの？恥ずかしいですか？働いて稼いだお金じゃないのよ、そんなのみっともないじゃない。そうですかね。ラッキーって夫と大喜びをしたんですけど。自分で働いた綺麗なお金でもないのにそんなこと知られて平気なの？労働収入ではないですが、別に汚いお金じゃないですから、私は平気ですよ。信じられない。私なら恥ずかしくて人に知られたくないわ。そうですか？労働収入でなければいけないというのなら、ひろみさんも同じじゃないですか。は？私は違うわよ。だってご主人が働いた収入で得たお金ですよね。そうよ、当然でしょ。でもあなた自身が働いたお金じゃないですよ。だって夫婦よ、同じことじゃない。それに頭金は義父の遺産から出してますよね。これは労働収入ですか？え？なんで知ってるのよ。前にユート君が教えてくれましたよ。ユートが喋っちゃったの？子供同士はみんな知ってますよ、うちが宝くじで買ったことも。だからそんなことを秘密だとも何とも思っていませんでした。それは庶民だから、何が恥ずかしいのかも分かってないのよ。人の家にピザを送りつけて代金を払わせるのは恥ずかしくないんですか？それは、ひろみさんが注文しましたよね。知らないわ。ゆうとくん、このこと知ったら悲しみますよ。そうよ、私がやったわ。でもゆうとには内緒にして。もうやめましょうよ、庶民とかセレブとか分ける必要ありますか？だって悔しいのよ、せっかく収入のいい旦那をゲットしてタワマンで暮らせるようになったのに、庶民と一緒にされたくないのよ。あの、ひろみさんのご実家って公団団地なんですって？やだ、それもユートが喋っちゃったの？おばあちゃんの家は団地で、エレベーターがないから外へ遊びに行きやすいんだよって教えてくれました。
いや、誰にも言わないで恥ずかしい。何が恥ずかしいんですか？いいじゃないですか。私も実家は賃貸アパートでした。だからタワマンが憧れだったんです。私もエレベーターのあるタワマンに憧れてたのよ。じゃあ同じですね。あなたと同じになんかしないで。いいじゃないですか。お友達になりましょうよ。いやよ、友達なんて。ボスママと下僕なんて関係よりずっといいと思いますよ。でもそれに将来は親戚同士になるかもしれませんし。は？気づいてました？ゆうとくんキララが好きなんです。え？さっきキララにプロポーズしてました。そんなの早すぎるわ、やめて。ゆうとくんかっこいいし、キララを守ってくれそうですよね。まだ小学生よ。いいですね、ういういしくて。そんな、ゆうとがプロポーズだなんて。まあ子供もいつか大人になりますしね。このままうちの子供にしちゃおうかな。ゆうとくんもいいよと言ってくれてるし。いやよそんなの。お願い、ゆうとを説得して。そうですね、どうしましょうかね。あ、ゆうとくんがママがちゃんと謝らない限りは帰らないと言ってますよ。わかった、ごめんなさい。今までのことは謝るから。じゃあ今後は連絡を飛ばしたり、子供をのけものにしたりしませんね。もうやらないわ。すみませんでした。じゃあ私ともお友達になってくれます？わかったわよ、友達になるから。やった。ついでに他のママたちにも謝ってくださいね。え、なんで？秘密を握っていると言って脅してきたんですよね。どうせ大したことのない秘密なんでしょうけど。それはその、カズトくんママが夫婦喧嘩の腹いせにご主人の茶碗を割った。はるかちゃんママが外に出たら雨だった時に28階に戻るのが面倒でゴミ捨て場にあった傘を拾って使った。あと、なんだっけな。なんで知ってるのよ。子供たちはみんなそのことを知っていますよ。こんなの大したことないじゃないですか。それはその、ちゃんとママたちに謝りますよね。まあこの程度でひろみさんの言うことを聞くママさんたちもどうかとは思いますけど。わかったわよ、みんなにも謝るわよ。それでいいんでしょ。あとピザの代金もお願いしますね。26,800円ですよ。わかったわ、払うから。だからゆうとに家出をやめて帰ってくるように言って。あの、ゆうとくんからもう一つ要求があるそうです。え、何よ今度は。僕の目の前でキララに直接ごめんなさいを言ってくれたらママを許すそうです。直接？ LINE じゃダメ？はい、LINE じゃダメだそうです。そこまでしなくても。ゆうとくん怒ってますよ、いいんですか？わかったわ、やまりに2階へ行くわ。だからお願い、ゆうとは帰らせて。あの子がいないと寂しいのよ。ゆうと、ごめんなさい、ママが悪かったわ。その後、ひろみさんは私の家に来て、キララにちゃんと謝ってくれました。それを見たゆうとくんは満足そうにお母さんと手をつないで帰っていきました。数日後、ひろみさんが謝罪の気持ちを込めて、改めて35階でバーベキューが開かれ、キララや私も招待されました。親同士が仲良くしている姿は子供たちも嬉しいようです。親同士がいがみ合って、それに子供が巻き込まれることなんて一番かわいそうなことですよね。そんなことのないように、これから大人同士でいい関係を築いていきたいと思っています。じじいは目障りだから早くやめちまえよ。どちらの俊さんですか？無能がきやすく名前呼ぶなよ。同じ部署の渡辺俊だよ。ああ、渡辺くんか。LINE 教えてないけど、どうやって知ったのかな？この前、社員の住所と電話番号とか書いた。調査票あっただろ？あれ見た。それはダメなことじゃないかな？うるせえな。お前みたいに支店から来たのに偉そうな平社員、ムカつくんだよ。偉そうにしてるつもりはないよ。強がってやんの。おっさん58歳でギラ社員って生きてて辛くねえの？辛いことなんてないよ。マジで？俺なら絶対無理。恥ずかしくて生きていけないね。世の中には平社員でも頑張っている人がたくさんいるんだよ。そんな人にそういうことは言うもんじゃないよ。何偽善者ぶってるんで。その年で昇進もしないとかマジでウケるからな。昇進が全てじゃないよ。お、また強がり出た。ま、俺は社長とコネがあったからすぐ昇進できるぜ。逆らうなよ老害。社長のコネ？君が？お前は来たばかりだもんな。俺の親父、ここの会社の取引先の本部長なんだよ。しかも社長とかなり親しいんだぜ。そうだったんだね。君が社長と知り合いなんて驚きだよ。
でもそれで分かったよ。君に対して周りの人が全く注意しない理由が。まあな、俺に逆らったら大変なことになるからな。だからお前も俺に逆らうなよ。むしろ敬え。社長の知り合いだから敬うっていうのはどうかと思うよ。やっぱり先輩後輩ってあるし、君に至ってはまだ新卒社員だろ。こっちー、俺に説教とか立場分かってんの？少なからず君の先輩ではあるよ。俺の先輩に無能な広社員じじいはいりません。早くやめちまえよ。君とは話にならなそうだね。人に悪口を言う前に自分の仕事をきちんとしたらどうかな。俺仕事してますけど。ほう、君の仕事はスマホをいじったりお菓子を食べることなのかな。は？息抜きしてるだけだけど。何？息抜きもしちゃいけねえの？うわ、最悪だな。修行時間の大半はそうやってるよね。また俺様に説教でもするつもりか？さっき言ったよな、俺を敬えって。君が社長の知り合いだからって悪いことは注意するのが社会のルールだよ。マジでうぜえな。俺の一言でお前をクビにできるんだからな。覚えておけジジイ。君と話してもダメなようだね。先輩として残念だよ。はいはい、好きな時ほざいてろよ。俺には痛くも痒くもないからな。君がそのつもりなら私も考えがあるよ。君には社会人としてルールを叩き込まないといけないようだね。俺には社長というバッグがついてるから下手なことはしない方がいいぞ。私の名前は正幸、58歳。現在株式会社原の一社員として働いている。私は今まで本気で怒りを感じたことがあまりない。多分片手で数えるくらいだ。周りの環境に恵まれていたのだろう。仕事でもプライベートでも何かと話し合いで解決してきた。ただそんな私を本気で怒らせてしまった人物、それが今 LINE をしてきている渡辺俊。彼はこの後さらなる事件を起こし、会社を巻き込む大騒動に発展させてしまったのです。今ほど社員から私の悪口が書かれた張り紙が会社中に貼られてると連絡をもらったんだけど、君がしたことだよね。は？知らねえ。そうか、明らかに君だという証拠もあるのだが。どうせハッタリだろ。ただの平社員のジジイが俺様に罪をかぶせる気か。私も今日はのっぴきならないようで会社に行ってないんだが、君が深夜張り紙をしている様子が向かいのコンビニの防犯カメラに映っていたそうだよ。うわ、マジかよ。あの角度なら映らないと思ったのに。ってことは君がしたことで間違いないんだね。そうだよ、バレないと思ったのにな。なんでこんなことしたんだ？この前おっさんが底辺のくせに俺に説教したから。しかもそのこと俺の上司に言っただろ。注意されてマジで腹立ったわ。まあ俺相手だから上司も下手に出てたけどな。そんな理由でこんなことしたのか？そうだよ、悪いか。でもさ、あの張り紙全部事実だろ。底辺のジジイ、用なし、老いぼれ、老害、全部正論すぎて何も言い返せないだろ。そういうことならこちらも叱るべき対応をするまでだよ。ブンブンブン、平社員の用なしジジイが何するって言うんだよ。新入社員にいじめられたって社長に泣きつくのか。社長に話してきちんとした対応をしてもらうよ。これは立派な名誉毀損だからね。ああ、無理無理。お前さ、俺のこと誰だか分かってるの？社長は俺の味方なの。めんどくせえから、さっさと揉み消してもらおう。威張っていられるのも今のうちだぞ。はいはい、おっさんこそそんなこと言ってられるの今のうちだからな。さっさと俺様に土下座すれば？私が土下座なんてする理由はない。ああ、本当ムカつくな。社長にお前を解雇するようにも伝えておくわ。楽しみにしてろよ、用なしじじい。渡辺君、今どこにいるんだ？旅行に来てるんだから休みは連絡してくんなよ。先ほど横領が発覚した。あ、そう、だから私が横領したことになってる。マジかよ、おっさんやっちまったな。おつー、私はしていない。犯人ってそう言うんだよね。てか、おっさん横領はやばくね？クビじゃ済まないだろ。そうだな、横領なんてしたら解雇と損害賠償請求、下手したら警察だったな。悪評もかなり立つだろう。
おっさん永久無職になるんじゃね。もうジジイだからいいか。マジウケるな。損害賠償も数百万円になるだろうな。うわ、人生のどん底だな。もう生きるのやめれば。そうだな、こんなことになったら生きるのやめたくなるな。じゃあ今のうちに言っておくわ。ご愁傷様です。それにしても一度に500万も横領するとかやばいな。よく横領された金額が500万って分かったね。え、いや横領ってくらいならちまちました金より500万くらいの大金を一気にやるだろ。そうかな。普通横領ってバレないようにちまちました額を何度も取ることが多いんだけどね。それに金額を言い当てるなんてまるで自分がしたかのようだな。なんとなくだよ。なんか文句あるのか。文句というかこれも一つの証拠になるね。横領した額を自白したようなものだし。は？意味わからねえ。解雇になって損害賠償請求されるのは私じゃないよ。だってさっき自分で言ってただろ。自分が横領したって。私が横領したことになってると話しただけだよ。罰せられるべきは横領した真犯人渡辺君、君だよ。おっさん、あんた土地狂ったか。俺が横領とか頭おかしいにも程があるだろ。自分が社長のコネ入社だからって油断しすぎだよ。大方私の名前で入金すればごまかせると思ったんだろうが、会社所有のパソコン使って個人パスワードでログインしたらすぐバレるだろう。え、そんなことでバレるのかよ。おっさんの名前使ったから大丈夫かと思ったのに。いやいや、普通に考えても大丈夫じゃないぞ。でもまた社長にもみ消してもらえばいいしな。話は聞いてなかったのかな。さっきも言ったけど君は罰せられるんだ。は？だって俺は社長の知り合いだぞ。じゃあさ、おっさんが代わりになれよ。いいよな、将来有望な芽を摘みたくないだろ。君が本当に将来有望ならな。でも有望どころか害悪でしかない。これは社長の身内として言わせてもらう。君はうちの会社に不要な存在だ。は？え？社長の身内？申し遅れました。私はこの会社の筆頭株主で社長の身内、そして創設者の一族にあたる原田正幸です。冗談だろ。さすがにそういう嘘はやめた方がいいぞ。そんなに疑うなら一緒に社長のところに行こう。私は構わないよ。もちろん身内ということも堂々と公言しても問題ない。マジか。いろいろとすみませんでした。いや、さすがだなって思ってたんですよね。仕事は早いし何でもできる。さすがです。目障りジジイは早く辞めろとか言ってなかったかな。それはあれです、冗談。アメリカンジョークですよ。ジョークね。そうですよ。というかなんでそんなすごい人が平社員なんてしてるんですか。実はここ数ヶ月会社の秩序がかなり乱れてると社長から相談されてね。原因が見つからず社員に聞いても口を揃えてわからないと言われる。だから調査をしてほしいと頼まれたんだ。え？たった数週間でその原因が分かったよ。そりゃみんな君が秩序を乱す犯人とは言えないよな。社長の知り合いだなんて言われたら。俺は乱してなんか。そうかな。遅刻してはこのこと黙ってろ、じゃないと社長に悪評を流すといい。同僚の仕事を横取りして自分の成果として提出。他にも数えきれないほど秩序を乱すことをしていた。これでもしてないというのか。でもそれは。でもだってって子供みたいなことを言うな。自分がしたことで何人の人が迷惑を被った。それも考えられないやつが社会人と名乗るな。本当にすみませんでした。お願いします、今後はこんなことしません。君の今後はないよ。明日正式発表するつもりだったが君は解雇される。そして社長は警察に横領の犯人として突き出すつもりだよ。嘘ですよね。それこそ冗談ですよね。解雇される上に警察に通報なんて、親父にバレたら本当にヤバいんです。大丈夫だよ。人間罪を償って改心すれば変わることもあるんじゃないか。お願いします、この通りです。十分に反省してます。今回はどうか穏便に。ちなみに君が僕にしたことも覚えてるかな。原田さんにしたことですか。罪をなすりつけた。そうだね、確かにそれは悪いことだ。他にもまだあるよね。
あれ？わからないのかな？わかります！あれですよね！あれ！本当に、あの時はすみませんでした！わかってないようだね。私への誹謗中傷の張り紙、これは歴史とした罪になるよ。それは本当にすみません。このことは何度でも謝ります。だから許してください。もう謝らなくて大丈夫だよ。時すでに遅しだからね。君には名誉毀損で私から250万円請求する。会社からの請求はもう少ししたら弁護士から内容証明が来るだろう。クビになってお金払うなんて無理です。お願いします。許してください。社長も君がこんなことをしてるなんて残念だと話していた。もちろん親父さんにも多大な迷惑がかかるだろう。そんな親父は本当に厳しくて怒られるだけじゃ済まないんです。お願いします。今後は真面目に働いて成果を上げます。助けてください。もっと早くそういう気持ちになってほしかったね。親父さんはあんなに優秀なんだから、君もやればできると思ってたのに。やります。この会社の一番の稼ぎ頭になります。だから今回は穏便に。もう君には誰も期待すらしていない。むしろ迷惑していると言ってるだろう。諦めろ。こんなことって、せっかく就職できたのに。社会を甘く見ていたな。君には嫌でも償ってもらうからな。ご愁傷様。こんなの嫌だ。助けてください。許してください。この後彼は正式に解雇され、警察では横領罪で書類送検。さらに私から名誉毀損で250万円、会社から横領した500万と、その際に発生した損害賠償250万、合わせて750万円が請求された。父親には大激怒され、感動されたそう。頼る当てのなくなった彼は、現在マグロ漁船に乗っているそうです。給料の大半は支払いになくなり、毎日恰幅のいい男たちに鍛えられてるんだとか。父親のコネというだけで調子に乗った彼の末路は悲惨なものです。私は調査が終わったということで、イラ社員の仕事は終わり、現在は本来の仕事である会社経営の補佐に戻りました。これで会社の秩序が保たれて、心の底から安心ですね。明日の結婚式は中止。あんたとの結婚も白紙にするわ。どうして？そんなのあんたの頭に手を当ててよく考えなさいよ。それを言うなら胸じゃないの？私はね、結婚して優雅な専業主婦になりたいの。だから専業主婦になっていいよって言ったよね。そのために一流企業で年収800万の優雅と結婚を決めたのよ。僕の優しさが好きって言ってたけど、決め手はお金？それで家事代行を頼んで一日中のんびり優雅に暮らすことが私の喜びなの。家事代行？専業主婦になって家事してくれるんじゃなかったの？それなのに何よ、私の計画がぶち壊したわ。ねえ、さゆみが何に怒っているのかいまいちわからないんだけど。私の旦那は年収800万からスタートして、3年後には課長となり年収1000万、8年後は部長で1500万決まっているの。そうなれればいいけどね。それで3年後に息子を出産して、有名私立幼稚園、小学校、中学校と進ませて、ハイソな人脈を広げて、私はセレブママとなり、そして息子は東大へ行き大統領となることを計画していたの。なんかすごい野望だね。それなのに何よあれ。何が？まだわからないの？あんたの父親よ。親父がどうかした？さっき一緒に会った時、明日の結婚式楽しみにしているって言ってくれていたけど。父親があんな人だと思わなかった。もしかして親父に何か嫌なことでも言われたの？違うわよ。そうじゃなくて、旦那の親が貧乏だと私の生活が不幸になるに決まってる。え？どういうこと？53歳で工場勤務ってただのお荷物じじいじゃない。そんなことないよ。あんたは分かってないのよ。工場勤務なんて年収100万くらいでしょ。年金だってスズメの涙よ。ゆうやの収入が父親に吸い取られるなんて許さない。あのさ、老後は確実に息子に寄生するつもりに違いないわ。そんなおんぼろじじいのいる人と結婚なんてありえないのよ。さゆみ、ちょっと待ってよ。これじゃあ私の人生計画がおじゃんよ。せっかく計画通りに行くようにここまで積み上げてきたのに、どうしてくれるのよ。あのさ、落ち着いて話を聞いてよ。よりによって工場勤務なんて、汚い仕事は人間界の底辺よ。姿を見たら叩き潰されるGEのごとき醜いの。そこまで言わなくても。
ゆうやは世の中分かってないのよ。あなたのおっとりとした性格は育ちの良さじゃなくてただのアホだったのね。なんか傷つくな。いい？男はね、金を稼いでなんぼよ。毎日マスクかぶって火花散らして溶接する人に1000万が稼げるの？あのさ、さゆみ、明日が結婚式でナーバスになってるんだろ。今日はゆっくり休んで明日に備えよう。だから中止。鼻の穴かっぽじって LINE をよく見なさい。結婚式をさゆみはずっと楽しみにしてただろ。念願のウェディングドレスを着ることができるんだよ。ドレスを着たかったけど、でもいや、あなたと結婚なんかしたら私の人生設計がめちゃくちゃよ。それに前日の夜になって中止になんかできないよ。今からじゃ来ていただく方に連絡もできないよね。そんなの知るか。とにかくない。僕はゆうや、30歳です。明日さゆみと結婚式を挙げることになっています。さゆみは契約社員として昨年僕の部署に配属されました。美人なさゆみに僕は一目惚れしてしまい、僕からアタックしてようやく結婚が決まったのです。明日の結婚式にはお互いの親族や同僚、同級生など大勢が来てくれる予定となっています。何度も打ち合わせをして最高の式にしようと準備を重ねてきたのに、さゆみからの突然の LINE に驚いています。これがマリッチブルーというやつなんでしょうか。僕は翌日ともかく式場へ行き、さゆみを待つことにしたのです。でもさゆみは現れませんでした。翌日。ねえ、本当に結婚式をやらないつもりなの？何度も聞くなボケ。そう言ったでしょ。もうじき式が始まる時間だし、参列者の皆さんもお揃いなんだけど。中止と言ったら中止なの。本気なんだ。もう気持ちは変わらないの？そうよ、式は中止、ゆうやとの結婚も白紙。この決意はね、山よりも固いのよ。海よりしょっぱいのよ。理由は僕の父なの？そう言ったでしょ。貧乏な工場勤務のお荷物ジジイのいるゆうやと結婚したら、帰省されて私の人生設計が台無しになるもの。そう、本当にそれでいいんだね。当たり前だのクラッカーだわ。さゆみがそんな人間だと僕は思っていなかったよ。私だってゆうやがこんな貧乏人だと思っていなかったわ。前に父親は立派な仕事をしているというもんだから、てっきり有名な会社社長とかやってるのかと思っていたわ。すっかり騙されたわ。父は間違いなく立派な仕事をしているよ。工場で汚い作業着着て真っ黒になって働くの立派な仕事とは言わないの。騙されたわ。騙してなんかいないんだけど。だって仕事のことを詳しく言わなかったでしょ。それは他の人に知られたくなくて。ほら見なさいよ、みっともない父親がいることを自分でも恥ずかしく思っているからよね。そうじゃなくて、とにかく式場に来てよ。ちゃんと説明するから。今さら説明なんかいらないわ。どうせ適当な言い訳をして無理やり結婚式あげようとしているだけでしょ。そうじゃない、中止にするにしても来ていただいたお客様にちゃんと説明が必要だろ。そんなものはあんたが勝手にやって、私は行かないわよ。それと慰謝料を請求するから。は？あなたが親が貧乏だと最初から話していれば、そもそも付き合ったりしないもの。こんなの結婚詐欺よ。ちょっと待ってよ、話を聞いてくれって。もう時間の無駄、さようなら。4時間後。ゆうやくん、さっきはごめんね。さゆみちょっと勘違いしちゃったって。え？今から結婚式やろっか。さゆみ、ウェディングドレス着るの超楽しみ。今さら何言ってんの？みんな集まってくれたんだよね。主役の新婦が行かないとお客様をがっかりさせちゃうでしょ。皆さん式の中止に驚いていたけど、急遽食事会にしたからご飯が美味しかったと言ってくれたよ。オマールエビやウニに松坂牛、食事にこだわったものね。デザートも美味しかったってさ。フルーツいっぱいのこだわりのウェディングケーキだもの。でも主役がいなかったんだから、もう一度式を挙げ直さなきゃ。何言ってんの？式は中止、結婚は白紙。そう言ったのはさゆみだろ。ごめんなさい、マリッチブルーで混乱して宇宙からの電波に操られちゃったのよ。はい。私はゆうやと結婚するつもりだったのに、きっとどこかで霊に取りつかれたのね。言ってる意味がさっぱりわかんないんだけど。つまり私はゆうやを心の底から愛していて、あなたと結婚したいってこと分かってくれるよね？全くわからない。なんで？どうして？だってさゆみの人生設計はセレブな専業主婦なのに、僕の父親が工場勤務で貧乏人で、僕に寄生するから計画通りにならなくて結婚できないんだろ。だからそれは宇宙人が私の体を乗っ取ってそう言わせたの。さっき霊って言ってなかった？宇宙人の霊よ、そいつの仕業なの。そっか、
じゃあさゆみの責任じゃないんだね。そうよ、やっと分かってくれたのね。ゆうや大好き。じゃあ結婚しようか。もちろん。なんていうわけないじゃん。え、なんで？大方さっき来ていたさゆみの友人たちから何か聞いたんだよね。それはその、あの工場は父のものだってこととか、あの時は父が新しい製品製造の指導に行ってたってこととか聞いたのかな。それもそうなんだけど。でもって父は本社の社長だってことも聞いたのかな。そうよ。ねえ、なんでそれを最初に話してくれなかったのよ。僕は父の息子と言っても母と父はもう離婚しているからだよ。でも親子でしょ。まあそうだけど、父はもう再婚している。それで式に呼ぶのも控えていたんだ。だけど急に式に来てくれるってことになって、それで昨日父のところに挨拶に行ったんだよ。そういうことは早く言ってよ。それじゃあゆうやはいずれは次期社長なのね。多分そうなるだろうね。私はてっきりゆうやのお父様が貧乏だと思っちゃったんだもの。汚い作業服を着ていたから勘違いしても仕方ないよね。父が汚い作業服を着て工場勤務だと結婚できないけど、大会社の社長なら結婚できるんだ。当たり前でしょ。お金があるなら私の人生設計通りに行くもの。さゆみは明るくて面白いことを言って僕を笑わせてくれる素敵な女性だと思っていたんだけどな。こんなに人を見た目で判断して見下す女性だなんて思っていなかったよ。ゆうやって女性経験が少なくて単純だから落とすの簡単だったわ。でもこれで誤解も解けたし、もう一度結婚式の準備をしましょうね。え、なんでこの流れでそうなるの？だからゆうやはいずれ幹部になるんでしょ。これからは私がゆうやが人に騙されないように守ってあげる。それに私を逃したらもう女性と出会えるチャンスなんか今後ないから、一生結婚できないわよ。心配しなくてもいいよ。結婚を中止にしたら式に来ていたさゆみの女友達からのデートの誘いがすごいから。あいつら人の男に手を出そうとしやがって。僕はもう君と結婚することは絶対にないから。さゆみの男でもなんでもないんだけど。ダメよ、そんなの許さない。ゆうやは私のものなの。まだそれを言う？それよりさ、今日の式場代払ってもらうからね。は？なんで？だって客が来て食事して帰ったんならご祝儀もらったんでしょ。式を中止しておいてもらうわけないでしょ。それじゃもらわなかったゆうやが悪いんじゃない。あと慰謝料も請求するよ。今日来ていた弁護士の友人にそのあたりお願いしたから、今度正式に請求するんでよろしく。やめてよ、大地お金なんかないもん。さゆみのご両親が責任持ってさゆみに払わせますって約束してくれたしね。勝手に約束しないでよ。ご両親も何も知らされていなかったのに責任感じてお客様たちに頭を下げまくってて気の毒だったよ。頭下げるのなんかただなんだからいいのよ。まったく、本当に反省してないんだな。結婚前に本性が分かってよかった。それじゃああとは弁護士とやり取りしてよ。僕はこれでブロックするからさ。それじゃあ。ゆうや、ちょっとブロックなんかしないでしょ。もう一度結婚しましょう。お願いだから返事をしてねえってば。後日談。式場には会社関係者も多く来ていたので、さゆみはいたたまれなくなり会社を辞めました。弁護士から慰謝料と式場の費用とで500万ほど請求されたものの、払うことができず仕方なくどこかの工場に住み込みで働いて毎日油まみれになっているようです。今回のことでは僕の女性を見る目がなかったんだと反省です。でも結婚する前にさゆみの本性が分かり良かったんだと思うことにしました。そんな僕を心配して父が会社関係の社長令嬢を紹介してくれました。その人と今度デートすることになっているんですが、どうか今度はうまくいくように応援してもらえると嬉しいです。さきな、今どこにいるんだ？家だけど。何当たり前なこと聞いてるの？え、いや、今家に帰ってきていないから LINE したんだけど。あ、なんだ、もう帰ってきたの？どうして嘘ついたんだ？こんな時間にユウトを置いて出かけるなんて、どこにいるんだよ。いやね、ちょっとコンビニに買い物に行っただけよ。すぐ帰るからめんどくさくて家って言っただけ。そうか。ユウタこそ今日は遅くなるとか言っておいて、なんで早く帰ってきてるの？ちゃんと仕事してるわけ？いつも残業しているから今日は帰って休めって上司が気遣ってくれたんだ。残業している割に稼げてないけどね。ごめん。さきなはコンビニに何買いに行ったの？もしかしてまたタバコ？
うるさいわね。私がタバコ吸うことがそんなに嫌？あんたみたいな会長なしな人間と一緒に住んでるとタバコだって吸いたくなるわ。そんなこと言わなくったって、吸うのはサキナの自由だけど、あんまりユートの前で吸わないでくれ。教育にも体にも良くない。それくらい気使ってるっつの。そんなこと心配しないで、稼ぎの心配しないよ。土日も副業するとかしてさ。そんなにお金足らない？俺はエリートではないけど、生活しているだけの稼ぎはあるはずだよ。私には質素な生活は似合わないの。それとも何？私に節約しろとでも言いたいわけ？そういうわけじゃないけど、派手な生活がしたいならサキナも働くとか考えてみたらどうだ？はあ、何それ、リュータのために子供まで産んでやってんのに、少し落ち着いたら働けって、私に休む暇も与えてくれないの？いや、だってサキナ昼間はパチンコに行ったりしてるじゃないか。ユートの学校が休みの日にも家を開けることだってあるだろう。俺はあれやめてほしいんだけど。人のストレス解消方法に口出すのやめてくれない？タバコダメ、パチンコダメ、じゃあ何ならいいの？もう少し別の趣味を持ってみるのはどうかな。園芸とかハンドメイドとか、ユートを見ながらでもできる娯楽はいくらでもあるんじゃないのかな。クソみたいな思考回路ね。何を偉そうに言ってるの？寝言は寝ていってほしいし、もっと稼いできてほしい。言葉遣いが悪いよ。サキナにはもう少し母親としての自覚を持ってほしいんだ。あー、もう疲れるな。私と結婚する時の約束忘れたの？え、約束？君に不自由はかけない、一生涯幸せにするって、とんだ嘘だったわけね。いや、幸せにしたいと思っていたけど、結婚してからのサキナの表現ぷりになんか。ほーら、また私のせいにする。最低男、このしなしな男、ペラペラ男。またそういうこと言って。っていうか、コンビニって目の前だろ、まだ戻ってこないの？話変えてんじゃねえよ。腹立つから今日は帰らない。え、何言ってるんだよ。ユートだってサキナのこと待ってるのに。飯くらい自分で用意してよね。それはもちろんするけど、どこに泊まる気？友達の家にでも泊まる。でも俺明日も早いし、ユートのこと一人にはできないから、できれば帰ってきてくれないか？もう小学生なんだから自分でなんとかできるでしょ。放っておいて、あんたは会社に行けばいいんじゃない？俺が小一の時はいつも親がいたし、身の回りのことを全部自分でするなんて無理だったよ。サキナもそう思うだろう。うざい、問いかけてくんな。もう返事しないからね。うんじゃ。おい、サキナ、ちゃんと連絡が取れるようにしてくれ。それから俺の LINE は全部スルーされていきました。申し遅れました、俺はリュータです。31歳で会社員をしています。妻のサキナとは6年前に結婚し、その年にユートが生まれました。当時サキナはまだ23歳で、少女らしさが残っていて、とにかく可愛くて、なよっとした俺にも優しくて、完全に惚れてしまっていました。しかし結婚して数ヶ月後で、サキナの性格が180度変わり、俺の思っていた結婚生活とは違うものになっていきました。一時期離婚も考えましたが、ユートが成人するまでは責任を持とうと決めていました。だからこうやってなんとかサキナとうまくやっていこうと努力をしているのですが、サキナにその思いは届かず、家でタバコを吸ったり、時にはパチンコに行くようになってしまいました。なんとか平和に暮らしたい、そんな思いと裏腹に、サキナが思いっきりやらかし、最悪の事態に発展してしまうのです。数日後。おい、サキナ、今どこにいるんだ？もううるさいわね。今どこにいる？今どこにいる？あんたいつもそればっかり。そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。ユータまだ仕事でしょ？ちゃんとユータと家にいるから安心しなさいよ。嘘つけ！何を言ってるんだ？今うちが燃えてるんだぞ。え？会社から帰ってきたら近所が騒がしくて、何かと思ったらまさかの自分の家が燃えてた。今警察と一緒にいる。やだ、誰が火つけたの？サキナだよ。はい？まだ現場検証が終わってないから確定ではないけど、警察の推察によると、サキナが吸ったタバコの残り火から起こった火災みたいだ。あっちゃー、ユートは大丈夫？大丈夫なわけあるか！煙を吸って意識不明だ。病院に緊急搬送されたんだよ。俺は病院で警察に事情聴取を受けてる。サキナもすぐに来てくれ。無理よ、今友達と一緒にいるから。は？自分の息子が危ない状態なのに、それでも浮気相手を優先するのか？え？浮気？とっくにバレてるよ、サキナが浮気しているって。最近
俺が残業している日を狙って男と会ってるだろう。何の話よ。ただ女友達の家に女子会しに行ってるだけなんだけど。ここまで嘘をつかれるなんてな。探偵をつけてたからもう全部わかってるんだよ。は？探偵？何なのよ。お金ないくせに探偵雇うとか頭おかしいんじゃない？お金が足りないのはサキナがタバコやパチンコで使い切ったり男にプレゼントを買ってやってるのが原因だろ。普通男ってのは妻が散財しても生活できるようにたくさん稼いでくるもんなのよ。なんだその理屈。とにかくすぐに病院に来てくれ。浮気のことについては後で話そう。もうさ、本当めんどくさい。今日は彼にスイートルームのホテル取ってもらって、これからディナーの後のスイーツがたくさん来るんだよ。なんでそんな日に限って言うと倒れるかな。お前本当に人間か。自分の息子が大変なことになってるっていうのに自分の不注意のせいでだぞ。万が一のことも考えられるんだ。母親なんだからちゃんとしてくれ。うん、じゃあもしダメだったら彼の子を一緒に育てるのはどう？は？何を言ってる。おろすつもりでいたんだけど、ユータに浮気バレてるし、この際彼の子供を産んで二人で育てようよ。どういうことだ。サキナは浮気相手の子を妊娠してるのか？あ、なんだ、探偵雇ってるからもう知られてるもんだと思ってた。今月妊娠が発覚したのよ。最近別れとしかしてないから彼の子確定よね。いや、そこまでは知らなかった。まさかそんなことまでしているなんて。昔とまるで別人じゃないか。どうしてこんなに変わったんだ。どうして結婚前と変わったかってこと？そりゃあんたとの結婚生活が退屈で仕方ないからに決まってるでしょ。なら離婚を申し出るとかすればよかったじゃないか。なんだかんだ言って帰る場所を用意しておくことって大事なのよ。何か困ってもリュウタが何とかしてくれるでしょ。俺は保証人扱いなのか。サキナと結婚したのは大きな間違いだったよ。そう思っていたならリュウタだって離婚したいって言えばよかったでしょ。浮気のことも知ってて受け流していたんだから許してるってことよね。許してるわけない。離婚のこともずっと視野に入れてた。でもリュウタのことを考えたら離婚なんてできないと思ったんだ。ああそう、じゃあこれからもよろしく。は？とりあえずユウトのことを見てきたら？言われなくてもそうする。私は明日には帰るから。もう帰ってこなくていいよ。翌日。ねえちょっと、家が焼け焦げてボロボロなんだけど、ユウタもいないしどうなってんの？返事しなさいよ。今日は土曜だし仕事もないでしょ。そりゃ火事があったんだから焼け焦げるに決まってるだろ。俺たちはビジネスホテルに泊まってるよ。家の玄関に手紙置いてきたけど見てないの？え、手紙？何これ、離婚届？あんたの方サインしてあるし、これ何の冗談？冗談なわけないだろ。浮気して俺を裏切り、ユウトに寂しい思いをさせるサキナを必要ないと感じた。ユウトのためって思ってきたけど、それは間違いだったみたいだ。何言ってんのよ。彼の子一緒に育てようって約束したじゃん。はあ？そんな約束してない。それにユウトの容態をまず最初に聞くべきじゃないのか。そこが気にならない時点でおかしいんだよ。あ、ユウトどう？意識は回復してまだ念のために入院してるけどすぐ退院できる。へえ、そっか。二人育てるのは大変だと思うけど頑張ろうね。日本語通じてる？は？通じてますけど何バカにしてんの？俺はお前と離婚する、そう言ってるの。ユウトの親権は俺がもらうし、慰謝料も請求させてもらう。そんなの困る。じゃあ彼の子はどうやって育てたらいいの？彼の子、彼の子ってそれしか頭にないんだな。どうやら浮気相手と一緒に育てる選択肢がないことを踏まえると、浮気相手も既婚者かな。そうなのよ。彼は奥さんと結婚したばかりだし、バレないようにしてくれって口酸っぱく言われてるのよ。それなら彼の奥さんに教えてあげなきゃね。一体何をする気？浮気行為自体はいけないことだけど、新婚で他の女性を妊娠させて罪悪感も持たずにヘラヘラ生活しているやつにも罰は与えたいんでね。やめてよ。彼には何もしないでお願いよ。お金も支援してくれるし大事な人なの。知らないよそんなの。また探偵さんに続きの調査を依頼すれば奥さんの連絡先もわかるだろうしね。そんな。俺もサキナと浮気相手の男に慰謝料を請求するし、向こうの奥さんがどうするかは任せるけど、今までのような生活が送れると思うなよ。今まで夫婦でやってきたでしょ。少しくらい勘弁してよ。
離婚とか言ってるけどさ、結構長く連れ添ってきたじゃん。結婚してすぐに家庭内別居のようなことをしていただろ。もうとっくに愛はなかった。俺たちをつなぎ止めていたのはユウトだったから。ユウトだって私がいなくなったら寂しいでしょ。ユウトから母親を取り上げるの。それがさ、ユウトも小学生ながらにお前の行動に気づいていて、ママがいない方がいいってさ。そんな、本当に？そりゃ自分が危ない時に浮気相手を優先する母だもんな。いらないよな。ごめんなさい、慰謝料だけは。彼には手を出さないで。もう遅い。私にはお金がないのよ。彼も払ってくれるかどうか。なら働けばいいよ。じゃあな。後日談。それからすぐに探偵に依頼をし、浮気相手の奥さんの連絡先を入手し、今回のことを報告しました。結果的に向こうの家庭も離婚になってしまったそうで、サキナと元旦那に慰謝料100万ずつ請求したそうです。俺も双方に100万を請求したので、200万ずつ払ってもらわないといけませんね。サキナは今まで働きもせず遊び回ってきた人なので、返すのは相当大変だと思います。俺とユウトはすぐに新しい家を見つけ、今は2人で住んでいます。ユウトの体調も完全に回復してよかったです。豚に真珠、猫に小判、中卒にタワマン。お姉ちゃん、ずいぶん久しぶりだね。あんたタワマン買ったんだって？うん、私ってより夫が。生意気ね。久しぶりに連絡してきたから何かと思ったらそんなこと？私にとっては一大事よ。お姉ちゃんには実家があるでしょ？あんなオンボロ賃貸マンション、私の実家としてふさわしくない。それでも実家があるって羨ましいよ。私は中学卒業して家を追い出されてから一度も戻ってないもん。あんたは愛されなかった子だからね。そんなに帰りたいなら帰ってきてもいいのよ。中卒で就職はかなり厳しかったし苦労したの。みんなに会うとあの苦しかった頃を思い出すからやめておく。そうだ、実家が羨ましいならそのタワマンと交換してあげようか。いや、そういう意味の羨ましいじゃないから。タワマンの住民も中卒が住んでるなんて知ったら安心して暮らせないでしょ。そんなわけないよ、私何も悪いことしてないし。中卒が醸し出す独特の負け組オーラをあんたは分かってないわね。そんなものはないと思う。あるのよ、生まれた時から負けが確定してる人間には独特のオーラがあるの。でも私は今とても幸せよ。タワマン手に入れたからって上から目線で偉そうに。私が38にもなって結婚してないのはね、パパとママが私を失うとかわいそうだからよ。そうなんだね。タワマン住んで結婚して子供産んだぐらいでマウント取られたらたまったもんじゃないわ。マウントなんて取ってない。私は優しい夫がいて2人の子供に恵まれてそれだけで幸せなの。あんたの旦那って大手の商社マンだっけ？うん。エリートが中卒で妥協するのってよほどデブかハゲかチビなのね。そんなことない、素敵な人よ。ま、今度遊びに行くわ。ごめん、会いたくないの。は？家族とは縁を切った。 LINE だけはかろうじてつながっているけど、それもブロックしようと思ってたところ。あんた何考えてんの？私の結婚の時にお母さんに連絡したら、お祝いどころかくだらない電話して私の時間を返せと言われたわ。あれ以来話してないけど、その時に思ったの。私に家族はいないんだって。私はあなたのたった一人のお姉ちゃんよ。いくらお姉ちゃんが望んでもタワマンは手に入らないよ。これは夫が買ったものだから。私は欲しいものは必ず手に入れるの。余計な心配しなくていいわよ。何するつもり？うちの家族に迷惑かけないで。あなたはそこで中卒らしく口開けてぼーっとしてなさい。お姉ちゃん、本当にやめてよ。私はさえ、36歳の主婦です。子供の頃から両親は姉だけを溺愛し、私は差別されて育ちました。姉のお下がりの服すらもったいないと、私は親戚の男の子からのお下がりを着せられていたのです。そして中学卒業とともに、お前に高校はもったいないと言われ追い出されました。料亭の住み込みの仕事をやっとの思いで見つけ、結婚前まで勤めていました。そこで今の夫に出会ったのです。私の生い立ちや学歴も全て知った上で私を妻にしてくれました。
過去は忘れて幸せに暮らしているのに、それを姉が邪魔しようとしてる。私は不安な日々を過ごしました。そして私の嫌な予感は的中するのでした。数週間後、お姉ちゃんやりすぎよ。宅配便になりすますなんて。だいたいどうやって住所知ったの？あんたが一度だけ送ってきた年賀状あったでしょ。あれで旦那の名前特定して SNS で探したら一発よ。会社に突撃して妹と仲直りしたいって泣いたら教えてくれた。そんな、あんたの旦那もちょろいわね。夫は私たち姉妹のことをずっと気にかけてくれていたの。だから信じてしまったんだと思う。それにしてもいい部屋だったわ。あんたには1ミリも似合ってなかったけど。いろいろ物色されていい気分じゃなかったよ。妹の暮らしぶりをチェックするのは姉として当然でしょ。気が済んだでしょ。もう来ないでほしいの。何言ってんのよ。ちょくちょく伺うわよ。え、そうすればいずれは私に譲ろうって気になるかもしれないでしょ。家を譲るほど私たち余裕があるわけじゃないの。私今事情があって仕事してないのよ。だから時間だけはあるの。子供たちの相手もしてあげるわ。キックボクシングでいい？うちは二人とも女の子よ。そんなことしないで。あら、女の子？やっぱり上の子が可愛いの？どちらも可愛い。順位なんてつけられない。親になってみて余計お母さんのやってきたことが理解できなかった。ま、そんなことはどうでもいいんだけど。これで部屋番号も分かったし、いつでも行けるわ。ジムやラウンジもあるんでしょ？近々使ってみよっと。お願い、もう来ないで。冷蔵庫に貼ってあるお便りで幼稚園と小学校は特定したから。私に逆らうとどうなるか分かってるわよね。子供たちに何する気なの？私の恐ろしさを誰よりも知ってるあんたなら分かるよね。お願い、あの子たちには何もしないで。じゃ、私が行った時は気分よく迎え入れること。いいね、お姉ちゃん。数ヶ月後、ジム行きすぎてここの住人だと思われてるわ。私何人か知り合いもできてオートロック一緒に入ってこれちゃったんだけど。え、部屋の鍵開いてたわよ。あんた不用心ね。ジムでも行ってんの？今日はパパとママも連れてきちゃった。二人とも大興奮よ。お姉ちゃん何言ってるの？ちょっと昼間から飲んじゃってさ、飲み足りないからワインセラーから何本かもらうね。やめて。このまま帰ってこなくていいわよ。そもそも中卒がタワマン攻めとか生意気だし、私がもらっとくわ。お願いだから早く出てって。いやよ、まだまだ飲みたいし。さっき入ってくるとき酔ってるから家具とかオブジェとか壊しちゃったわ。え、ワインもソファーにこぼしちゃったし、グラスも何個か割っちゃったわ。別にいいよね。私たち先週引っ越したんだけど。は？前に言ったよね、夫がシンガポールに転勤になるから一緒についていくって。そうだっけ？なんで覚えてないの？いつも酔っ払ってるからでしょ。そういえばそんな話をした気が。分かってくれてると思ってた。じゃあこの家は誰の？そこは今夫のいとこ夫婦が住んでるの。嘘！何してくれてるの？どうしよう、きっとマンション内にいるわ。ちょっと出るだけだから鍵をかけ忘れただけよ。すぐに戻ってくるはず。みんな飲みすぎて動けないの。パパなんか寝ちゃってるし。すぐに起こして出てよ。あー起きない。あーママも寝ちゃった。どうなっても知らないわよ。いとこに説明してよ、身内だって。この際だから言わせてもらうけど、私にとってあなたたちは身内でも何でもありません。はあ？今までは子供たちに危害が及ぶと思って逆らえず家に入れてた。でももうその心配はない。あんた海外にいるからって強気になってんじゃないよ。今まで何を怖がってきたんだろうね。あれだけのことをされてきたっていうのに受け入れてしまってすごく後悔してる。姉妹なんだから私に尽くして当然でしょ。うちに来ては冷蔵庫を物色して食い散らかし、夫が集めたワインも遠慮なく飲んで、子供たちのお菓子まで勝手に食べられた。家族じゃない。ケチケチしたこと言わないでよ。こんな横暴な姉、私にはいらない。そんなこと言わないで。そんなにタワマンが好きなら自分で働いて買えばいいじゃない。仕事もしないで親のお金でプラプラして恥ずかしくないの？あんた誰に説教してんのよ。中卒が高卒に説教してんのよ。悪い？
日本に帰ってきたら覚えてなさいよ。二度と会わないわ。本気で言ってるの？家族として扱ってくれなかった人たちをどうして今さら家族として受け入れなきゃならないのよ。冗談じゃないわ。だから時間を取り戻そうと。私がタワマン住まいじゃなかったら近づけもしなかったでしょ。それは確かにそうね。お姉ちゃんはタワマンに入りたかっただけ。自分の家のように使って優越感に浸りたかっただけ。ってことは私のタワマンライフは終わり？当然でしょ。やだ、この部屋私に譲ってよ。せっかくお友達もできたのよ。私の知ったことじゃないわ。最上階の展望ラウンジからの夜景ももう見れないっていうの？そんなに高いところが好きなら東京タワーでもスカイツリーでも登ったらいいでしょ。最悪、この役立たずめ。それよりそんなにのんびりしてていいの？え？そろそろ警察が来るわよ。なんで？私がいとこの奥さんに LINE したの。酔っ払いに不法侵入されてるから部屋には戻らないようにって。なんてこと言うのよ。運がいいわね、警察署すぐそばにあるの。飛んできてくれるわ。やば、逃げよう。両親を置いてくつもり？あんなに愛してくれたのに。こんな奴ら知るか。それに私のためなら喜んで捕まってくれるはずよ。そこまで愛情深い人だと思う？どういう意味よ。私中学の頃二人の会話を聞いたことがあったの。離婚の話で揉めてた。お姉ちゃんをどっちに押し付けるかで喧嘩してたのよ。なんでよ、私の取り合いの間違いでしょ。あの子は可愛いけどわがままだからいらないってお互いが言ってたのよ。それ聞いて少しスカッとしたけど。そんな、38歳にもなって家を出ていかず金ばかり要求する娘のことなんか今でも本当に愛してるかしら。ショック。警察がロビーに到着したそうよ。やだ、逃げる暇なかったじゃない。おとなしく捕まって、どうせ見つかるんだから。いとこに頼んで通報取り下げてもらって。結構物壊しちゃっててやばいわよこれ。弁償して。たった一人の姉が捕まってもいいの？いいよ、むしろ捕まっててほしいくらい。ひどい、私いいお姉ちゃんに生まれ変わるからさ、今回だけ見逃してよ。私に姉はいない、そう思って生きてきたし、これからもそうする。こんなことで捕まりたくないの。お願いだから助けて。後日談。その後、姉と父と母は住居侵入罪で逮捕。それに加え器物破損や窃盗も加わることになりそうです。いとこの奥さんには怖い思いをさせてしまい申し訳なかったです。姉の圧に押され脅しに屈した自分の弱さに嫌気がさしましたが、結果的にこうやって絶縁することができて本当に良かったです。タワマンはいとこ夫婦がそのまま買い取ってくれることになり、私たちは帰国したら新しく家を建てることにしました。住民票を閲覧できないように制限をかけ、 SNS も全て削除して、あの毒家族から決別しようと決めました。私の家族は私が守る。今はそんな決意で満ち溢れています。